僕としてはまあ審査を何かこうしたりとかっていうよりは、何か新しい建築を見たいっていうモチベーションで、応募してくる作品を見るつもりなので、そういうところで何かやってもらえるといいかなと思ってます。皆さん、今年のコロナ禍でいろんな大変なところがありましたと思います。いろんな不安がありまして、学校に行けなくて大変なところで勉強をしなければならなかった。友達も会えなくて、ご家族も会えなくて、本当に今年大変だけども、この時代がもうそろそろ終わりますので、絶対未来が良くなりますので、皆さん頑張ってください。ただいまより第12回ハーフェレ学生デザインコンペティションの最終審査会を始めさせていただきます。本日司会進行を務めさせていただきますハーフェレジャパンの田川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本年度の式典は新型コロナウイルス感染予防の観点から無観客にて、受賞者と審査員および運営スタッフのみで、ここ東京赤坂にありますドイツ文化会館より安全に配慮しながら進めてまいります。なお本式典はオンラインの YouTube ライブ配信にて多くの方々にご視聴いただいております。それではまずはじめに、弊社株式会社ハーフェレジャパン代表取締役社長カール・ハーネよりご挨拶をさせていただきます。ハーネ社長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日のハーフェレデザインコンペの授賞式へようこそ。最初に3つのありがとうがあります。ドイツ文化研究協会のお揚げさんに、本当にこの会場を使うのにありがとうございます。続いて審査員の方に、成瀬先生、五十嵐先生、石上先生、本当にありがとうございます。で最後は大使のレペさんにありがとうございます。続いて本当に学生の方へおめでとうございますを言いたいんです。でそれは今日こっちにいらっしゃいましたの
5TEAM の受賞員の方だけじゃなくて、258件 の、 作品をいただきまして、で今年の COVID 禍の中で一つを思いましたのは、特に思いましたのは、やっぱりチームが多かった。今までに一人がやったの申し込み結構ありまして、でなかなか COVID の中でチームがすごい大きくなりました。でその上でやっぱりこのダックスデザインコンペは皆さんに、まあ、何か一緒にできたのこともなりまして、それはうちにも非常に嬉しいことです。でこれから皆さん の、 受賞員のプレゼンテーションの方へすごい楽しみを待ちしております。皆さんぜひよろしくお願いします。ハーネ社長ありがとうございました。続きまして、来賓としてお越しいただきました駐日ドイツ大使イナ・レーペル様よりご挨拶をいただきたいと思います。レーペル様どうぞよろしくお願いいたします。審査員の皆様、ハーネ社長、学生の皆様、ご来場の皆様、ビア皆様、ヘフレ学生デザインコンペティションの式典に参加でき、嬉しく思います。2009年に創設されたこのコンペは、建築家や学生の間でよく知られていると聞いています。今年もコロナ禍にもかかわらず、200件以上の応募がありました。多大なご成功をお喜び申し上げます。建築とデザインは日本人とドイツ人が共に愛する分野です。日独の建築家は互いから学び合い、相手国の最新の動きに関心を持っています。建築とデザインは日独関係を豊かで特別なものにする大切な分野なのです。ハーフレ学生デザインコンペティションも大きな貢献をしています。また、若い建築家にモチベーションを与え、創造性を発揮させる機会になっています。世界のどこかに立つ家を作るという今年の課題はそれにぴったりだと思います。参加者は日常から離れて別の世界の自然や建築様式に取り組む機会が与えられます。今日の世界ではそれはとても大切な能力です。ビデオを拝見して感動しました。さまざまなご苦労もあったと思いますが、今年もコンペを実施された皆さんには、その根気とご尽力に敬意を表します。また、大変な状況の中、時間と労力をかけて参加された学生の皆さんに、特に敬意を表します。ここまで勝ち抜いてこられた5人のファイナリストの皆さんには心からお祝い申し上げます。本日の催しが充実したものとなり、素晴らしい作品が最優秀賞に選ばれますようお祈りいたします。ご清聴ありがとうございました。レーペル様ありがとうございました。ハーフェレ学生デザインコンペティションは弊社ハーフェレジャパンが建築インテリアを学ぶ学生を支援すべく社会貢献活動の一環として2009年より毎年開催している設計コンペであり、今回で12回目の開催となります。本年度の課題は世界のどこかに立つ家です。日本以外の世界のどこかの場所を自分自身で選び、
そこに自分の建てたい家をデザインするという夢のような課題に、日本全国より昨年度を大きく上回る242点の作品が集まりました。その中から選ばれたファイナリスト5組が本日この会場に集い、これから始まるプレゼンテーションにより最優秀賞を決定します。まずは数多くの作品に厳正な審査を行っていただきました審査員の皆様を改めてご紹介させていただきます。お一人目は五十嵐淳建築設計事務所、五十嵐淳先生。お二人目は成瀬猪熊建築設計事務所、成瀬由里先生。続きまして石上淳也建築設計事務所、石上淳也先生。そして弊社ハーフェレジャパン代表取締役社長カール・ハーネ。以上4名の審査員にて最終審査が行われます。それでは早速最終審査のプレゼンテーションを始めたいと思います。プレゼンテーションの順番は当社に応募登録をいただいた順番で進めてまいります。また作品プレゼンテーションの持ち時間は4分としており、時間経過の目安として3分経過でベルを1回、4分経過したところでベルを2回鳴らさせていただきます。その後作品に対する質疑応答を最大で10分設けておりまして、審査員の先生方には作品プレゼンテーションと質疑応答の内容を総合的に審査していただきます。それではよろしいでしょうか。早速参ります。トップバッターは筑波大学大学院秋優馬さん、菅原楓さんによる共同作品、バオバブハウス枯れ木に住まう生活です。お二人は壇上にお上がりいただき、プレゼンテーションの準備をお願いいたします。お二人の受賞コメントをご紹介します。世界のどこかに立つ家ということで、胸が弾む敷地を選び、コンテクストを重視してデザインしました。今回はそれを評価いただき大変光栄ですとのコメントをいただいております。準備の方よろしいでしょうか。はい、はい。それではよろしくお願いいたします。バオバブハウス枯れ木に住まう生活、筑波大学の秋と菅原が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。私たちが選んだ国は、マダガスカルです。野生の動植物の約 90% 以上が固有種という生物多様性にとって重要な場所になっています。しかし20世紀以降、人間による無秩序な開発が行われて古来種が脅かされている現状があります。敷地として選んだバオバブアベニューはマダガスカル西部にあります。世界に9種類あるバオバブのうち6種がマダガスカルの固有種であり、ここに数千年生きてきました。しかし数年、気候変動によってバオバブが枯れて倒木する事例が急増しています。マダガスカルの気候は場所によって大きく異なります。バオバブアベニューが位置する西部は雨季と乾季がはっきりと分かれています。乾季は降水量がゼロとなり、この特異な気候は固有の動植物にも大きく影響を与えています。バオバブハウスができるまでの過程を見ていきたいと思います。バオバブは紀元前からこの場所で生きてきました。バオバブは成長が進むと幹の中で空洞化が進んでいきます。環境の変化によってバオバブが枯れてしまいます。枯れたバオバブの枝を切り落とします。枝から繊維を取り出します。バオバブの繊維は強くしなやかなため、服やロープなどの素材として古くから使われてきました。素材を混ぜ合わせます。石灰質土壌地とラテライト粘土地であるマダガスカル西部の土から、モルタルと半畜の土、骨材として取り出したバオバブの繊維を混ぜて素材を作ります。木の幹に半畜をしていきます。半畜が終わりました。半畜は乾燥した気候に向いた工法だと言われています。幹の中から上部を燃やします。炭化します。炭は1階部分の暖炉で使用します。テラスをバオバブの繊維で作ったロープで持ち上げて設置します。テラスに植栽します。
完成です。このバーバムハウスはマダガスカル西部の固有の資源を見直すきっかけとなると考えています。グローバル化や無秩序な開発により地域特有の動植物が乱れる現代において、この地域に存在する資源を再認識することは、このような地域特有のネットワークを強く結び直すことにつながります。古くから固有種とともに人々の生活があり、魅力的だった風景をこの図の中にあるような地質や植物、文化、食物、技術、人々といったような点からもう一度考え直すことができます。内観の土産のパースです。バオバブが生きた数千年の記憶を内壁に表情として映し出します。また窓から入る光は拡散してその表情を照らします。植栽により強い日差しが柔らかくなったテラスは、マダガスカル特有の風景と連続した開放的な空間になっています。マダガスカルの固有種が作り出す他にはない風景の中で、それらの偶発的な形態やカラッとした気候を生かした安らぎと開放感を持った建築住宅となります。私たちはこの建築が何の素材を使ってどのように立ち上がっていくか、その後どのようにこの地域の一部になり得るか、バオバブアベニューの風景にどのようにしてなるかというような連続性を想像して設計を行ってきました。それらの意図が施工を通して地域の資源のネットワークを見直すことへつながることを目指しております。以上で私たちの発表を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。トップバッターということで緊張もされたかと思いますが、素晴らしいプレゼンテーションでした。ありがとうございます。それでは質疑応答に移りたいと思います。まずは五十嵐先生から順番にいきたいと思います。五十嵐先生、お願いいたします。はい、非常によく分かりました。で、ちょっと分かったんですけど、なんかこう解きましたっていうのが強すぎてね、どうもそのお二人がなんかこう本当にここに住みたいんだろうかみたいな部分があまり感じられなかったのがちょっと残念だなと思ったんですけどね。その辺どうですか。そうですね、このマダガスカルっていう地域が 90% 以上固有種でできている、現代ではかなり特殊な場所なので、そういった場所、特にこの日本に住んでいる私たちはなかなかこう想像しづらい地域なので、そこをあえて選んで、そういった固有種から作られた国だったり、そういった場所において、建築っていう、建物、建築っていうものが、どういうふうに立つだろうか、どういうふうにあるべきだろうかっていうのを今回考えたくて、ここを選んで設計をしました。はい、ありがとうございました。提出した図面からさらに細かい説明を加えてもらって、私もすごくよく分かったんですけど、なんかもう少し先ほどの五十嵐先生の質問にもう一回答えてほしいなっていうのがあって、お二人はこの設計した家になんかどんな風に住みたいと思ってるのかとか、そこからどういうふうなことが広がっていくと思っているのかみたいな、もう少し体験ベースというか自分たちの気持ちの部分みたいなのをちょっと教えていただけるといいなと思います。ちょうどこのコンペをやっていた時期に2人とも留学をしていて、彼も留学していて、私もちょうど応募する直前くらいまで留学をしていたので、彼はスイスに留学していて、私は中国に留学していたんですけど、なんか一度も多分これから人生のうちで行ったことない場所をあえて選びたいなっていうのが初めからあって、初めはマダガスカルも一体地球儀のマダガスカルってどこだっけくらいの気持ちでいろんな場所を見ていたんですけど、そうですね、そういう中でツリーハウスみたいなアイデアが初めはあったんですけど、なんかただのツリーハウスにはしたくなくって、こう新しいツリーハウスが作りたいなと思った時にどこの地域で面白く住めるかなっていうのを2人でこう話し合っていくうちに、バオバブっていう木を見つけて、
なんかマダガスカルって行ったことないし面白いよねっていう話からどんどん進んでいったっていうきっかけはあるんですけれども、そうですね、あと外国人としてその、まあ、僕たちが留学していた間に体験したことを、まあ、こういう、ま、行った本当に行ったことないマダガスカルという地できっと、まあ、外国人だからこそ気づけるメリットとかいい面もありますし、こうした、まあ、マダガスカルっていう特殊な地で一体何がこう資源としてあるのかとか、どういったことができるかっていうのはおそらくこう我々だからこそ気づける部分もあると思ったので、そういった面を完成した建物だけじゃなくて、まあ、施工途中からプロジェクトのこう考える段階からずっと常に考えていきたいという思いもあって、なので、まあ、確かにその暮らしももちろんそうなんですけども、どういうふうに建つかとか、この地でどういうふうな建築の意味があるものになるかっていうのを特に強く考えて設計をしております。いくつか質問あるんですけど、広報とがなんか社会的ネットワークとなんとなくつながっていくみたいな話があったと思うんですけど、一軒建てることを想定しているのか、まあ、社会的ネットワークって言ってるからもう少しその複数建てることを想定しているのかったらどっちですか？そうですね、これはケーススタディとしてこういった建築はこういうこの地で、まあ、一つの回答としてなり得るんじゃないかなと思ってます。まあ、建築は先ほどもこのお見せしましたこの、まあ、ネットワークなんですけども、まあ、これは素材だけを抽出してネットワークを組んでるんですけども、この背景には人々だったり物事出来事いろんなものが関わってできていると思います。で、建築は単なる物質ではなくてこうした、まあ、プロセスだったり、まあ、履歴が内在しているものだと思ってます。つまり大体複数ってことで大丈夫ですか？あ、そうですね。で、そうだとしたときに、そのワオバボの木ですか、そのが枯れる場所とかそのある場所っていうのが、まあ、想定なかなかできないと思うんですけど、その人の暮らしとして複数そういう建物が出来上がった時に、まあ、どういう暮らし方を想定して、まあ、今その社会的ネットワークとか要はその複数 その住宅 その関係性とかを考えてるっていうか説明してもらえますか？なるほど。そうですね、これは秋君も言ったようにケーススタディで、今はとりあえずこの一軒一つをこう建てて自分たちがあくまで住むっていう想定だったので、私たちとしてはこの一つのバオバブハウスは一つとして考えてるんですけど、その中で、まあ、現地の人とか、結構留学する中で全く知らない人とか外国の知らない地域の人と交流を持つのも楽しいかなと思ったので、この私たち外国人がこのマダガスカルに行ってこう建ててこう家をハウスバーバブハウスを建てていく中で現地の人といっぱい交流をして作っていって、その異物が私たちが異物としてこのマダガスカルに入っていくことがまた一個このネットワークに加わるのかなっていう気持ちもあって、私たちとしては一軒を想定しております。あ、一軒なんですね、複数じゃなくて。はい。あ、そうなんですか。複数軒、一軒とかいうか、そうですね、ここから先の展望はいっぱい立った方がいいのかもしれないですけど、はい、とりあえずここのプレゼンとしては一軒ということで完結しております。うん、じゃあもう一つの、もういくつかか、あとそのワオバオの木の特徴というか、まあの一つなのかもしれないけど、僕はもうよくわからないんですけど、中がこう空洞化していくって話があったじゃないですか。で、その空洞化したものを、まあ、周囲その要は半築的なもので固めて中燃やすっていうことを言ってたと思うんですけど、まあ、結果空洞の空間ができるんであれば、もともとのそのバオバオの木を利用する、もしくは燃やさずにこう残すってこともありえると思うんですけど、燃やす意味って何ですか？そうですね、まず私たちが選んでるのは完全に枯死した枯れたバオバブを選んでいて、それでもちろん枯れてるのでどん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 こう朽ちていってしまうんですけども、そういった、まあ、朽ちていってしまう数千年生きた長い歴史の、まあ、生きた歴史だったり物語を、まあ、半築っていうものによってもう少しこう残すことができたり、それからそこはいいかなと思ったんですけど、要は例えば焼くプロセスじゃなくてもいいんじゃないかなと思って。
ってて、要は朽ちてくってところをもうちょっとナチュラルにやろうと思ったら、まあ、自然にその要は空間がその朽ちてった結果広がっていくとか変わっていくとかっていう回答もあったと思うんですけど、それをあえてこう焼くというプロセスを選んだというのはどういうところですか？私たちの裏テーマとしてこの埋葬するみたいなテーマが実はあったりとかもして、その木も命で、正直マダガスカルの方々がその人を火葬するとか土葬するとかその辺はちょっとあれなんですけど、埋葬焼いて埋葬するみたいなイメージもあったので、 中の空洞からせっかく火をつけやすい形状もしてますし、そうですね、埋葬するイメージで焼こうかっていう考えになったのと、あとはそうですね、枯れると倒木してしまう、最終的に本当に完璧に枯れてしまったバーバーバー倒木してしまうっていうことがあったので、こう固める必要が広報的にもあるのかなというふうに思いました、半畜っていうことにおいては。わかりました、まあ、時間ないから大丈夫です。ありがとうございます。もう少しだけ時間あるんですけれども、じゃあもう一個、あ、じゃあ、いやでもそれってなんかつまり共感できないんだよね、きっとね、その燃やす行為とかこのわざわざ固めてってね、なんで燃やさなきゃいけない、それなんか他の材料に使うとか考えなかったの、その中のその木材をとか、まあ、どういう樹種なのか全然僕触ったことないし見たことがないから分かんないんだけど、あの要はさ、なんかこう、まあ、あなたたちのそのこうここでの試みっていうのはいいと思うんだけど、その共感を得られるかどうかっていうところがね、まあ、重要だじゃと思わない？そのどう解くかっていうのはさ、それはなんかいろんな方法がまあ膨大にある中で、今回あなたたちがここを選んでね、こういう解き方をしましたってさっきの説明通りだと思うんだけど、あ、俺も住みたいって思わせるかどうかって大事じゃない？あなたたち以外の人たちもここに住んでみたいとか、なんかここでなんかねちょっと1ヶ月でもいいけどこう暮らしてみたいとか、他の現地の人たちが真似して建てたいとかさ、いやそういうマダガスカルに住んでる方以外の方に共感してもらいたいとは特に思っていなくて、ここに本当に固有種がたくさんある場所におけるその人々の生活、ここに住んでる方々にどう思ってもらえるかとか、ここに住んでいる方々の特にこうディティールだとかそこで行うことに対してもっと新しい発見とかもあると思うので、そういったものを取り込みながら、まあ、僕たちとしてはその現地の資源だったりネットワークを活用した一つの回答をここでしたのであって、他の方々特に日本だったりマダガスカル以外に住んでいる方々に、まあ、ここに住んでみたいとかこういうものを他にも建ててみたいと思ってもらいたいとは思っています。はい、はい、1個だけですか？はい、どうぞ。まあ、多分それは多分そうだと思うんですけど、まあ、多分聞きたかったことというのは、なんだろう、まあ、もともとやっぱりそのさっき の, そのパースからしてみると、その、まあ、人が住んでなかったところに、まあ、こう住もうとしてるっていう、まあまあ、結構ハードルの高いそのところがあるじゃないですか。でまあ、そのモチベーションがまず何なのかっていうところとか、その、まあ、じゃあそこでこう住んでた時に、まあ、その現地の人と話があったけど、まあ、そこで自分たちがどういう関わり合いを持ちたいのかっていうところがなんとなく伝わってこなかったから、まあ、いくつか質問したんですけどっていうようなことでした。そうですね、私たちがこのマダガスカルに異物として入ることが一つ意味があるのかなと思っていて、まあ、そうですね、こういう寒気の乾いたところで気持ちよく、なかなか日本だとこういう屋根がないところで気持ちよく開放的にっていうことは生活としてできないのかなと思ったので、そういう気候とかも生かしてのテラスでこう生活を展開していくっていう、そういうドラマチック感を一応考えてみております。建築の可能性っていうのをこうやって人が住まない地域でどういうふうに実現できるかっていうのをチャレンジしたいっていうのもあって、こういった、まあ、チャレンジングなところに住宅を作ってみています。はい、はい、ありがとうございました。ちょっとお時間も過ぎておりますので、ここで一旦区切らせていただきたいと思います。秋さん、菅原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
席にお戻りください。続きましてお二人目の方のプレゼンテーションに参りたいと思います。札幌市立大学成田遥さんの作品、南極にある森です。成田さん、ご準備の方どうぞよろしくお願いいたします。成田さんからの受賞コメントをご紹介します。大変光栄です。良いプレゼンテーションができるように頑張りますとコメントをいただいております。ご準備の方よろしいでしょうか。はい、それではプレゼンテーションどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、札幌市立大学成田遥です。プレゼンテーションを始めます。まずはじめに世界のどこかに立つ家というテーマを聞いて、素敵な絵本もしくは物語の曖昧で不確かな世界を思い浮かべました。南極にある森、私は最果ての地である南極を舞台に森のような建築を提案いたします。南極大陸は地球の最も南に存在する大陸で、その約 98% は分厚い氷に覆われています。敷地は日本の観測基地がある昭和基地の位置する東オングル島とします。私は南極に行ったことはありません。今回南極で建築を考えるにあたり、昭和基地で働く人々の振る舞いや生活ぶりから南極の場所性を読み解くことを目指しました。南極は真っ白な世界がずっと広がる風景が続きます。大変過酷な環境であるため、苔やシダを除いて植物を見ることはできません。植物がない世界、それはまさに最果て幻想的な風景でしょう。一方で、私たちの暮らしている日本には美しい四季があり、四季によって時の移ろいに気がつくことができます。雪国で生まれ育った私は、いつも厳しい冬になると緑が恋しくなります。では南極で働く人々は緑が恋しくならないのでしょうか。以上のような背景から、この白く極寒の世界が広がる南極の地に、植物が生きていけない環境であえて森のような場所があったらと想像を膨らませました。森を形作るための部材は輸送用木箱を利用します。梱包材として利用されていた木箱を積み上げ、雪と水で固めることで簡単に空間を作ることができます。この方法は南極基地でも建築をつなぐ通路として用いられます。つまりこの手法で建築することは彼らにとっても手慣れたものであり、彼ら自身で作るには最適なやり方であると考えます。では次に、森を作るプロセスについてです。まず船から植物や必要物資が積み込まれた木箱を運び出します。次に運び出した木箱と植物を配置、積み上げていきます。あらかじめ水をまいて氷の土台を作り、その上に木箱を配置します。次に隙間を雪で埋め、水をかけて全体を固めます。また南極の強烈な吹雪ブリザードによって積もった雪が自然の力で造形され、この森を形作ります。最後にこのプロセスを毎年積み重ねることで一つの大きな森になります。下の層は雪や氷によって圧縮され、多種多様な植物が凍りつきながらも積層された山が生まれます。配置はこのようになっています。住まいとなる大きな木箱を中心に、小さな木箱と植物が積み重なっています。断面はドーム状の空間になり、内部にはつららができています。また木箱と木箱の隙間が多様な空間を生み出しています。このように南極で働く人々が自らの手で森を作り上げていきます。植物が介入することで真っ白な世界が色づいていくのです。最後になりますが、南極というあえて最果ての場所で、植物が育たない場所で人々を癒す南極の森を提案いたします。南極に滞在し働く彼らの振る舞いから場所性を読み解き、彼ら自身によって建築することのできる森を私は見てみたいと思いました。
以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。成田さん、ありがとうございました。こちらも素晴らしいプレゼンテーションでした。それでは質疑応答に移りたいと思いますが、やはりここは五十嵐先生からお願いいたします。僕も今日今朝北海道から来たんですけど、もう雪のね季節が始まりますよね、はい、で今日プレゼン聞いてね、なんかちょっとやっぱりよく分かんなかったんですよね。さっきのプレゼンはよく分かったんだけど、なんか むしろこうパネルを見てた時の印象と全然違ってたのは、これ植物は何、これ生きてる、生きてるってことなの、はい、冷凍しちゃうんじゃなくて、植物は一緒に凍りついてしまっている状態です。なので生きているわけでは、生きているか生きてないかは分からないですけど、まあ、冷凍されてるってことよね。そうです。まあ、でもそれは鑑賞用みたいなイメージなの、この空間の中では。そうですね、質問ありがとうございます。積層されて、植物の何だろう、標本みたいなものが積み重なってるものをイメージしていて、でもし溶けたりして、その一緒についていた土に種とかが着ついて、またそのまま芽生えたりすることもいいなと思っています。で一応空間が作られるわけじゃない、こう氷で、で一応なんかこう住居的なものも中に入ってるみたいな図面があったよね、はい、ってことは外部より少しやっぱり暖かくなるのかな、中は。そんなんだけどね、はい、どういうイメージなの、別に具体的に何度上がるとかいうことをね答えてって言ってるんじゃなくて、はい、あなたのイメージの中で空間内はね外部より少し暖かいの、周りの外気にさらされている状態よりは鎌倉の中のように少し暖かい環境になっていて、で大きな木箱が人の住まいとなっていて、その周りに小さい木箱と雪が積み重なっていて、でその中の大きい木箱は断熱材をつけるなどして、そのドームの空間の中よりはまたさらに少し暖かい空間をイメージして、入れ子状の熱環境を作っていますってことだよね。でなんでこういうことをやろうと思ったんだっけ、その植物を南極で鑑賞させてあげたいっていう気持ちなの。その植物が生きていけない環境の中で森があったらどんな風景なんだろうっていう思いから作りました、はい、皆さんいかがですか。すごい綺麗なプレゼンテーションというか絵もすごく素敵で、でも一次審査の時も結局どうなってるんだろうねみたいなのをすごい審査員の中で議論になった作品なんですね。これ私は勝手に植物が氷になってるのかなと思ってたんですよ。氷の中に、まあ、冷凍されて、まあ、ガラスケースに入ってるような、でもそれは実際は密実な水の中に入ってるようなっていうのをイメージしてて、でも今日のお話だとそうじゃなくて、そうじゃないんですよね。はい、パリパリって割れちゃいそうな感じのイメージで、だけどまあそういう感じですかね。はい、植物、植物にもつららとか氷がついている状態をイメージしていて、パリパリとはならずにもう全てががっつり凍っている状態をイメージしています。ちょっと思ったのは、その森をイメージしてるっていうふうに言っているんだけれども、はい、絵は割となんかこう観葉植物みたいなものが描かれてるじゃないですか、はい、そこはなんか私からすると森っていうとやっぱり木がこう生えてるみたいなのをイメージしたんですけど、はい、そこをなんかこう観賞用っぽく描いたのは何か意図があるんですか。はい、
森みたいになっているというのが、まず木箱でその全体のフォルムをがなっていて、そこにさらにいろんな植物が観賞用とまではいかないですけど、南極で働く人たちの癒しの場となるような植物の、はい、空間にします。まあ多分突っ込もうと思ったらいろいろ突っ込めちゃうと思うんで、あんまりそこは置いといて、何ですか、まあ森のイメージと言いながらも、もうどっちかっていうと、そのやっぱその木箱が積み上げられたっていう、まあその迫力とかそっちのコンセプトの方が強い気がするんですけど、そのまあその木箱を使って、まあ、ああいうのをやった時に、まあ、どうしてもやっぱり、まあ、あの絵の通り、その森というよりは、まあ、さっきからの観葉植物的な話が出てますけど、まあ、そういうふうに、まあ、ある程度装飾的に、空間の中に植物が飾られるような印象があったんですけど、この木箱とその植物の関係性ってどこから来たんですかね。はい、ありがとうございます。木箱はもともと南極に何か物を運んだりとか人を輸送するのっていうのは必ず日本は船で行っていて、でその南極の建築を通路でつなぐのには木箱が使われていたという、木箱を固めてその通路の空間を作っていたということを知って、でその南極で何か作る際にわざわざ別の場所から鉄骨だとか、なんか他の木材とか、なんか他のそれを作るためのものをわざわざ持ってきてそれで作るのではなくて、南極に来るべきものであった木箱を使いたいと思って、木箱とその中に詰め込まれてきた植物を組み立てていくという、植物なくてもなんかいいんじゃないかなって感じもしちゃうんですけど、どうなんですか、植物がやっぱ重要なんですかね。それなんか、はい、私は見てみたいと思って作りました。そうそう、だからそこの植物の印象があんまりなかったから、どんな森になるんだろうなっていうのがイメージないんですけど、浮かばないんですけど、どんな森なんですか。どんな森という感じではなかったじゃないですか。やっぱり積まれた木箱が凍ったっていう印象と、まあ、その迫力は、まあ、山のような印象は持ったんですけど、はい、森という印象があまり受け止められなかったんですけど、うん、どんな感じなんですかね、実際のところ。そうですね、イメージとしてはこういう形で、こういうパースのように考えていたので、森という言葉が、うん、森というよりはそういう植物が凍りついている風景をこの南極の地で見てみたいという。そういうその輸送したその貨物とかを使って町を作るっていうのは、例えばチリとかでバルパライソっていう町があるんですけど、その昔その何波板のその金属のこう板で、その要はこう何木箱のような、今の木箱のようなものが作られていたから、その貨物の箱の材料を使って、まあ要はこう波板での後半みたいなのでこう作ってる町があるんですけど、でどうしてもやっぱ海際で錆びちゃうから、ペンキをこういろんな色に塗って、まあ錆びないようにこう塗装しているような、まあそういう町で、まあ豪邸であっても教会であっても、まあ貧しい家であっても、みんなそういう波板の後半でできてるんですね。それはすごくその町の歴史とか成り立ちとかとすごくリンクしてると思うんですけど、なんかその
まあ、木箱までは何だったのか分かったんだけど、そのなんで植物が持ってこられるのかなってところが、まあ、ちょっと分かんなかったっていうのがちょっとどうかなっていうふうに思いましたね。はい、その他大丈夫ですか。なんか植物でも僕はいいと思うんだけど、もっとなんかこうあなたならではの狂気じみたね、まあ、狂気じみたってのは例えばこう本当氷の中に植物を、まあ、例えば倉俣史郎さんのね、なんか造花だけどバラをアクリルの中に閉じ込めてしまうみたいな、そのなそういうもので覆われた空間って、なんかなんでとかいう意味がねないかもしれないんだけど、もしかするとそのとことんやってもらえたらなんか美しいなとか、こう引き込まれるようなものが作れる可能性はあったんじゃないかなっていう案なんですよね。だからその、まあ、狂ったことをやれっていうわけじゃないんだけど、やっぱりこう建築のこうアイデアって、まあ、さっきは共感という言葉を使ったんですけど、引き込まれたいっていう、まあ、僕ら見る側からすると、まあ、引き込んでほしいみたいなことをやっぱりあなたの案には特に強くやってほしかったんだけど、ちょっとまっとうすぎる今日はプレゼンテーションでね、まあ、別にそれ悪いわけじゃないんだけど、少しこうなんかこう期待に反した物足りなさを感じてしまったっていうところがあったなと思いますね。お時間も来ておりますので、これで一旦締めさせていただきます。成田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして3人目の方のプレゼンテーションとなります。信州大学大学院杉山翔太さんの作品、友なる家です。杉山さん、ご準備の方どうぞよろしくお願いいたします。杉山さんからの受賞コメントをご紹介します。まず審査員の方々に選んでいただけたこと大変嬉しいです。今年はオンラインでの審査が多く、審査員の方々やその他学生と会話する機会がないため、審査会の機会を設けていただき、運営の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。最終審査で飛躍できるよう励みたいと思います、とのコメントをいただいております。温かいコメントありがとうございます。ご準備よろしいですか。はい、はい、それでは、プレゼンテーションスタートさせてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ信州大学大学院杉山翔太が友なる家と題して発表させていただきます。僕がまだ幼い時、森で遊んでいると、まあ、木の根のさまざまな曲線の中に自らの体に寄り添う線を見つけ、まあ、自然に囲まれた環境でいろいろあって生きていました。あの木も僕も成長して、まあ、お互い今昔とは違うけれど、まあ、今でもきっと寛容に受け入れてくれるあの風景や環境、この思いっていうのを僕は他の誰かにも見つけて感じてほしいです。杉山さん、申し訳ありません。マイクを少し近づけていただけますか。あ、すみません。申し訳ありません。途中からで大丈夫ですか。はい。僕はこれらを家に託そうと思います。家があの木のような存在となって、家と根が生き継がれるような生活の在り方を示し、まあ、共に生き続けるようなものになってほしい。生命的で素晴らしい体験というのを、僕は人間社会の枠組みでの生き物でなく、一生命として感じることができると思います。私はそのような家を世界で最も雨が降り、多湿で緑の生い茂るインドメガラヤ州のノングリアト村に提案します。ノングリアト村ではこうした環境から材料の風化劣化が早く、谷を結ぶ橋を木の根を用いて育て上げ、その根と共に生活をしています。僕はこの橋の根の工法を用いることで友なる家を建てたいと思います。この橋がリビングルートブリッジと呼ばれるインドゴムの木の根でできた橋であり、その根を仮設の竹橋に巻きつけることで、仮設時に構造を担っていた竹が朽ち果てる約7から10年の間に根で構造が成り立つ強度を持って、その後成長する生きる橋となります。長いものでは500年前からあり、強い生命力を持った橋です。敷地はノングリアト村にあるダブルデッカーブリッジと呼ばれる
橋の近くの谷になっている場所です。現在遠回りして行かなければいけないこの谷を結ぶ村民この谷を結ぶ新たな村民の生活動線として橋を新たに伸ばします。その下に橋の育成を助ける構造として家を提案します。植物の合理性を備えた成長と現地での建設を踏まえてコンクリートのシンプルな構成に築材を水平に根が絡みつくようにある程度の余地を持って壁を構築します。家と橋を共に支えるコンクリートの耐久性が落ち発生するクラックや築材管の間に根が入り込み絡みついていきます。そして徐々に主構造がインドゴムの木による吊り構造へと変化していき周辺の複雑な環境を家のシンプルな構成に含み込んでいきます。こうして含み込んだ根の複雑な線のニッチや凹凸の中から自らの体や物に寄り添う線や膨らみを見つけていき複雑な根の絡みから漏れてくる光や風を感じて美しく感じる時もあれば激しい雨による雨漏りや虫が入ってきて嫌に思うこともあるかもしれないです。しかしこれらを含み込むことで生活にリズムがアクセントが加わって入り込んでくる、それらの複雑なリズムがマッチしたときにその生きる素晴らしさというのを示していくことができるのではないかと思います。以上で発表を終わります。山さんありがとうございました。それでは質疑応答ですが、成瀬先生からお願いいたします。プレゼンテーションありがとうございました。私全然不勉強でこのインドにあるこの橋の伝統的な作られ方の存在は知らなかったんですけれども、はい、今あるものはもちろん橋なんですよね。で提案された建築でコンクリートが結構唐突に出てきたかなと思ったんですけど、今現代化が一応現地で進んでて昔とはちょっと違った工法でなんかその簡略化していこうっていうので結構今コンクリートで現地で建物作られるっていうのが多くて、でその現地がコンクリート普通に打つ、施工制度の悪さとかもあるんですけど耐久性の方があまり良くなくて、大体20年ぐらいで朽ちてしまうっていうのが多くて構造が持たなくなるっていうのが、で、この谷を結ぶ上で橋の幅が普通2メートルぐらいなんですけど橋を結ぶとなるとこの谷の部分で結ぶとなると最低4メートルか5メートルぐらいの幅が必要 でそうなると竹橋で構造が持たなくなるのでだったら現地のコンクリートで現地でコンクリートを打った上 でかつ2メートルの場合は 7,8 年で根によって構造が持つかもしれないんですけど大体その倍のことを 倍のスパンで考えたときに、単純に倍にしちゃうのも良くないかなとも思うんですけど、その根の成長速度とそのコンクリートの その現地での耐久性 の落ち方っていうのがちょうどマッチしたんで僕はこのように提案していただきました。石上先生いかがでしょう。すいません、ちょっと森の中に住むっていうのは、すごく、場合によっては気持ちのいいことかもしれないんですけど一方でやっぱ森ってすごく人間にとって脅威的じゃないですか。ある時は恐怖すら感じるっていうぐらい強いものだと思うんですけど、はい、あの手法で橋とか、そういうのは土木的な要素だから、森の中にああいうものがあって、でかつその景観としても成り立ちとしても木とともにこの橋が存在しているっていうのはなんとなくイメージつくんですけど、はい、そこにその家を作った時に、やっぱり建築だから自分の身がどういうふうに守られるかとか、あとそれによってやっぱその次に快適性が生まれてくると思うんですけど、はい、そういうところはどういうふうに考えているかっていうのをちょっと教えてもらえますか。僕最初の方はあまり住めるような状況ではないなとも思っていて、その状態って要は
土木的な橋の構造のためのものとして実際あるんで、だから実際は根が絡みつき始めてからの住み始めなのかなと。まあ、わかんない、僕の印象ですけど、はい、そのわかんない、だから僕の自分の主観で言うと、そのあのこう仮に根が絡まっている状況の中で、まあ、住んだ時に例えばあの大きい虫とか、まあ、いろんなのあるじゃないですか、ちょっとやっぱ人間がちょっと僕だったら嫌だなと思うものが、はい、でそういうものと共存するっていうのが、まあ、仮に現地の人であったらもしかしたらできるのかもしれないけど、その名前何でしたっけ、杉山です、杉山くんがその要はそこで暮らすと思った時に、まあ、そういうものに対して、まあ、実際まあどう思うのか、まあまあ、僕も急に来られたりしたらすごいびっくりしちゃうんですけど、はい、まあ、僕ちょっとあんまり、まあ、あのあんまりここの公の場で言いたくないんですけど、まあ、幼少期いじめられてたりとかしてて、でそのちっちゃい時僕家もあんまりいられなかったんで森にいるしかない時とかって、でそういう時に僕結構めちゃくちゃ虫嫌いだったんですよ、僕都会から引っ越してき田舎に行ってそういう状況だったんで、でもなんかそこでなんか最初すごい嫌だったんですけど、なんかその場に行ったらやっぱ生き方ってっていうのがなんとなく分かって、でなんとなく自分の居場所というのも分かってきて、森の中でいると、ここにいればこの虫は大体来ないのかなみたいな感じの、なんかその感覚的なものにすごいなっちゃうんですけど、僕は多分この場に行って全然住むことができると思いますし、とかむしろ住みたいと思って僕は作ったんでっていう感じです。ちょっと再度聞きたいんだけどね、はい、あの橋は、根が絡みやすいものがそもそも人工的にかけられて、でそれにこう根がどんどん絡みついていって強度が増していくってことだ。あ、そうです、うん、で今回あなたが考えたやつはなんかなんでそれに乗っ取らなかったんだろうなっていうのは、さっき成瀬さんも言ってたけどコンクリートってやっぱり唐突に見えるし、うん、なんかその根がこう何かに絡まっていくっていう状況で、それがしかもある程度の速度でね、あの進むっていうのはやっぱりこう暖かいっていうか、まあ、環境がああいう環境じゃないと進まないと思うんだけど、であればその結構すごいものを見つけてきたと思うの、あの構築方法として、はい、だからただそうなんだけど、あなたが説明したあのこう構成だとどうもその見つけてきた魅力が随分こう、うん、こうなんていう軽減じゃないな、減っちゃってるように見えるのがねもったいないなと思って、どうですか、なんかあれすごいことだよね、パースであまり表現できなくて、それがあの本当はコンクリートが朽ちてるようなところも見せて、でかつそういやだからなんでコンクリートなのかが さっぱり分からなくてね、もっと根が絡みやすくって、しかもそのなんか根が絡む方法まで考えるとかね、でそれがそのこうただ絡むんじゃなくってみたいなアイデアももし あったらさ、現地では一応その根がすごく柔らかいんで、うん、その若木の時にもうある程度縛ってそこから成長を促すっていうのがあるん で一応そういうのでコミュニティができてたりとかっていう話があって、うん、だから橋が成り立つっていうのがあるんで、まあ、そういうのを絡めて一応家を提案できるかなと思ってやったんですけど、そういう提案今日あったプレゼンの中に、あ、ないです、すいません、うんうんうん、もう少しだけ時間ありますけれども大丈夫でしょうか、大丈夫ですか、はい、もう一回ちょっとじゃあ同じこと聞いちゃうんですけど、あの要はあの、まあ、自分が住みたいっていうのは分かったんですけど、あの、まあ、だからそれ五十嵐さんが言うようにあの、まあ、広報としてはまあすごいものを発見したなと思いますよ。 でもその要は今、まあ、もし仮にこの、杉山くんですか、杉ですよね、はい、で あの価値観として、まあ、ああいうところに住みたいっていうだとしたら、なんだろう、もう少しなんかそこら辺のところを僕らになるほどそれだったら住めるなっていうようなところが、あの説明されると、あの仮に人のことであってもあのなんとなくそういうことなんだなって受け止められるんですけど、そこら辺が、俺は住みたいからって言ってるような感じに聞こえるから、ちょっとそこら辺を教えてもらえますか、はい、共感が得られないっていうところでっていう話です、うん、
ああ、そういう話ですね。はい、すいません。すいません。すいません。はい、ではよろしいでしょうか。はい、杉山さんありがとうございました。はい、続いて4組目の方の発表になります。多摩美術大学、張志佳さん、伊藤さくらさん、王佳文さん、鈴木あかりさんによる共同作品、辺境の境です。皆さん壇上にお上がりいただきまして、ご準備の方お願いいたします。受賞コメントをご紹介いたします。考え方や作り方が全く違う4人が集まって、それぞれの得意なことを生かして制作ができたと思います。たくさん話し合った時間は楽しく、学外の経験としてとてもいい機会になりました、とのコメントをいただいております。準備の方よろしいですか。はい、はい、それではプレゼンテーションの方よろしくお願いいたします。多摩美術大学3年伊藤さくら、王佳文、鈴木あかり、張志佳がプレゼンを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。辺境の境。人間は世界の特定の一つの位置から始まり、あらゆる方向に自分の空気を膨らませます。原始の時代から生きる術を身につけ、頭を使い、さまざまな技術と工夫をしてきた私たち、何不自由なく暮らすことができ、何百キロ離れた顔も知らない人と出会えるような便利な生活環境を築いてきました。しかし地球儀にはまだあまりにも余白が多くあります。今私たちが生きている領域は、かつて地球上に私たちと共にあったあらゆる私たちでないものによって狭められ定められてきた領域を示す形です。私たちはその領域の中に床と壁と天井を使って安全と思える空間を作り出し、その中から空を仰ぎ見て毎日眠りにつきます。だから普段床や壁や天井がなかったらなんて考えることもありません。考えなくたってその中で今日も眠れるからです。でもふと考えました。床や壁や天井があるということについて、当たり前にない世界では床や壁が天井が1枚あることが何になるのだろうかと。ここはロシアのハンティマン市自治管区。オゼロと呼ばれる無数の池が陸を削ってきた広大な湿地、いくつも散らばる酸性湖、冬になれば寒さは厳しく水は凍り、夏になれば凍土が溶け出し異臭を放つ、石油資源を掘り起こすために神経のように張り巡らされたパイプライン。とっても不便に見えるこの気候地域は、現地の人にもしかしたら恩恵を与えているかもしれません。現に彼らはこの土地で狩猟、漁猟、トナカイ飼育をし、この広大な土地を遊牧して生活をします。彼らは自然に依存している部分が多くあります。しかし、彼らにとっての家が永久凍土、石油の発掘、厳しい寒さなどの外界からの力によって狭められているのも事実です。そこで私たちは、この世界に壁、床、天井を作ることによって、彼らの家の境界がどうなるかを考えてみました。ロシアの大地に広がる凍土、その冷たさは植物さえも覆い尽くす。その中に天井を一つ張ってできた空間は、人間の食料を保存する天然の冷凍庫となり、生き物を脅かしていた冷たさは糧を守ります。大地が凍っていく、それと同時に一部の凍土は日々刻々と溶けていく。かつては埋まっていた床がだんだんと地表に突き出してあらわになっていく。それは新たな場を作り、彼らをかくまいますが、ゆっくりと確実に床は傾いていきます。時には陸が続いていたとしても、大地が荒れ、これ以上先に進めないという場所があるでしょう。そこに立つ壁は柵となり、彼らをせき止めますが、向こう岸に広がる景色をきれいに切り取って、彼らの心に色と温度を与えます。私たちにはその世界の人の生活が本当に便利かどうか分かりません。だからこそ考える意味があるのではないでしょうか。壁や床、天井があることで、初めてそこで人と自然との対面が起こります。人間社会ではすでにさまざまな技術が発展してきましたが、自然の力は依然強いまま。
どちらかが100の力を使えばどちらかを制することができ、絶やすこともできてしまいます。人間と環境が対面した場によって初めて両者の踏み込んだり譲ったりすることによってできる不定型な関係性を刹那的にですが認知することができます。家と家でないところの境界はどこなのでしょうか。生きるために必要な家という空間は命を守ることができたり心が豊かになったり長い時間を過ごしたくなる場所ではないでしょうか。それに恩恵を与えられていたり自分の所有物だと思うことができたらその人はそこを家ということができるのではないでしょうか。人間は自然との境界において初めてどこまでが家かを知ることができるのです。以上です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思いますが、石上先生からお願いいたします。もうちょっと詳しく聞きたいんですけど、そのプランあったじゃないですか。配置図があったと思うんですけど、あの配置図と、まあ、点々となんか立ってるんですよね。なんかでそこら辺の関係性をちょっと説明してほしいんですけど、具体的にどういうふうに進むとかそういうレベルで。全て具体的に話す感じで大丈夫でしょうか。まあかいつまんで。では一番分かりやすい3番の永久凍土の話をさせていただきますと、地表に突き出した床が下に空間を作るんですが、そうやって、それが屋根となったり人間をかくまってくれたりとかするっていうことを考えていて、もう全体からちょっと話してほしいんですけど、まずこうバラバラとこう 家というか構築物があるんですよね、はい、あの大きな敷地というか環境の中に、はい、でそこでまずその、まあ、人が住むのか住まないのかってところがまず始まりだと思うんですけど、まあ、住むのか住まないのかってところと、まあ、住むんであれば、はい、まあ、1人がこう渡り歩いて住むのかそれとも違う人が住むのかっていうのがまあその次にあって、で、まあ、で実際その、まあ、その構造物をこうどういうふうに使って生活していくのかとか、そこら辺がなんか段階的に分かると理解できると思ったんですけど、はい、まず1人というのは少し語弊があって、このハンティ人たちは軍で生活をしていて、その遊牧民たちがその遊牧民としての軍で生活をするために存在している建築です。そしてこの建築物たちは渡り歩いて生活をするので、そこに定住するということは考えてはいません。そう、最初から、ハンティ人たちの家は一つの建物の中にまとまれていることではなくて、もともと家として見られているパーツが室外に行ったり、例えばトイレが室外に行ったり、キッチンが外に行ったりっていう家のパーツがもともとからいろんな場所で散らがっていることっていう形になって出ますので、まあ、そもそもこの建物の範囲の中が家っていうか、この土地自体彼らが手が届く、体が届ける場所までは全部含めて家っていう概念になっていますので、そこで私たちが取り入れたところは、まあ、タイトルのように辺境の境っていうコンセプトで、こうギリギリ越えられないっていう範囲までは全部この場所に住んでいる遊牧民族の家の範囲として考えられています。でそこの中に建っている、建物は、この境界線の上に行うことになっているの でそしたらこれいろんな状況を考えてみると、で地図でこういう並び方になっています。そんなにこう生活のためのきっかけになるような何かがこう点在して
あるってことなの？それが四季によってこのきっかけを使おうとか、そういうアイデア？もともとこの土地はさまざまな厳しい自然環境や環境汚染によって、その現地の人たちの生活する領域が狭められているという状況にあって、でそういった時に人が使えうる手段というのは何だろう、それは多分建築を作ることであって、でそれを、自然によって狭められてきた領域をもう一回私たちが建築という手段を使って一歩踏み出すために、それぞれの土地でここがいい、なんて言うんでしょう、長い場所、長いすることができるのかとか、自分が愛着を持てる場所であるのかっていうのを捉え直すという状況です。狭められたのは誰のせいなの？科学がこう進歩していってとか、自然が破壊によってとか、そういうことじゃなくて？そういうことです。あ、そういうことで、そういうことで遊牧民の生活エリアがどんどん侵食されてってこと？そういうことです。でこの場所にその遊牧民の人たちのきっかけの何かこうアイデアを点在させた。はい、いかがですか？私もちょっとすみません、全然分かってなくて、書いてくれたあのスケッチ配置図みたいなのはだいたいどれぐらいのスケールの範囲ですか？でそこに何人ぐらいの人が遊牧民で住んでて、そこにあなたたちが計画する前に建物建築みたいなものがあったのかなかったのかとか、その辺があんまり分かってないです。この今回私たちが切り取ったスケールは、だいたい500メートル角の配置図のスケールなんですが、そこに思ったより小さかった。そうそうです結構陸が狭いので、ちっちゃいです。今回私たちがこの形を提案したのは、一時的な刹那的な形で、この建築を作るのは彼らです。彼らがこの土地で調達できるものを使って作ったもので、それは時の変化によって崩れていったり、環境がまた彼らの領域に踏み込むことによって崩れたり変化したりしていくので、数や形っていうのは決まってはないです。すいません、500メートルがその生活の限界というか、境界に行動の限界になるんですか？この切り取ったところが限界ではなく、この建物があるところが限界だと私たちは考え、水があったり、石油で酸性鉱があって、そこが通れないところが今境界と考えていて、今この真ん中にハンティ人が、生きていると考えて、そこから広がっていく形をどんどん広げていくと考えているので、これが切り取った形が境界ではなく、建物が境界の線だと私たちは考えています。ごめん、ちょっと何とか人がさ、あのそこで生活するときに、はい、その家としてそこの領域があるのか、もう生活全体がその領域に500メーター角の中にあるのかって、どっちなの？500メーター角以上のところでハンティ人たちは生活をしているのですが、そのここでは表せるのが限られていたので、ここの原点からハンティ人たちが生活を広げていったらどうしようっていうふうに考えているので、この500メートル角で切り取ったところだけが生活領域ではないです。じゃあそのさっきその屋根とか壁とか床とかっていうのをもう一回ちょっと考え直そうみたいな、じゃあ解体してなんとかみたいな話があったと思うんですけど、その話とその彼ら、要は現地に住んでる遊牧民の人たちに委ねるってところがどうリンクしてるんですか？いや僕はなんか建物自体は提案なのかと思ったんですけど、実際そこも委ねるわけですよね、その現地の人に。で現地の人だったらもしかしたらちゃんとした家作っちゃうかもしれないじゃないですか、なんとなく。いや提案として、まあなんかこういう構築物があって自然に住んでくっていうんだったらなんとなく理解できるんですけど、その、まあ、現地の人に全てを委ねてしまうと
まあ、そのギリギリの実験をなぜしなきゃいけないのかって多分疑問が多分湧いてくると思うんですよね、その住んでる人にとっては。だから割としっかりとこう家を作るっていうイメージがあるんですけど、そこら辺の、まあ、ストーリーでもいいんですけど、なんか私たち最初からこのデザインを作るときはこう何かを彼たちに作ってあげるっていう考えではなくて、こう私たちがそこの着目するとき、まあ、全てそこに存在するべきっていうものはどういう形だろうって考えておりまして、で遊牧民族はすごい受動性が高くて、やりたいことはすごい気候とか季節に狭まれている。その一個だけ要はや あなたたちがさやることって何なんですか。その要は遊牧民に、まあ、建物は委ねて、まあ、将来的にその敷地もなんとなく広がっていくっていうのを委ねるとしたら、実際何をそこで最初に やろうとしたので、実際今何を具体的な提案としてやってるのかっていうところをちょっと知りたいですね。間接で説明するなら、環境の影響から少しだけ主導性を取り戻すっていう行動を考えております。でそれ具体的な形を、はい、何やったのあそこで、その何をやったのかってことなんだけど、いやまあやってないところでもいいんだけど、要はああいうのを切り取って、まあ、こういうストーリーを作りましたっていう話でもいいんだけど、なんかそこら辺がモヤモヤしてるからさ。もともとハンティ人たちはここでは建築を作って生活はしていなくて、テントを張って移動しながら生活するような生活様式なんですが、ですがそういうふうに生活してきた歴史がありながら、日々深刻化する環境の変化によって狭められている状況にあって、そこでじゃあ建築物という手段を使って生きる領域を少し広げてみようという提案をしました。作ってあげるわけじゃないんだ、作ったらいいんじゃないっていう説を進めるってこと。そうです。あ、そうなんだ。なんか図面で書かれてたこうあれはあなたたちが設計したものじゃないってこと？設計はしました。ほうほう。だからきっかけを設計したんだよね。はい。なんかちょっと話を聞いてると、その遊牧民の人たちがね、なんか どれぐらいの何世紀ぐらいその民族はそのスタイルでねこの地域で生きてきた人たちだろうっていうのはさ、なんかその過酷な場所でやっぱ遊牧をしながらね、十分な、なんかこう歩みをしてきた人たちでしょ。ってことは文化もすごくあって、彼らならではの文化があって、でまあこう旗から見るとこうどんどんこう狭められてるのかもしれないんだけど、まあ、本人たちはそういう変化にもなんていうの、柔軟に対応しながらね、過去のこう自分たちの歴史の生き方踏まえて、生活文化も踏まえてね、たくましく生きてるんじゃないの。ちなみに遊牧は馬で移動しているの今でも？トナカイで移動しています。え、トナカイでね。カイ、あ、でだから今でも移動 し続けながら生きてるわけでしょ。はい。事実の状況だとトナカイの数も減ってますし、彼らたちの服とか構成、天井とか構成されているトナカイからもらえるものも減ってます。それも一つ の厳しい状況の中一つとして考えられてます。トナカイをじゃあ増やすってことはできないわけ？建築のアイデアで、例えばなんかだから本当に何をやりたいのか我々審査員は分からない状況で今質問を続けてるんだけど、この地域もしくはこの地域以外でもこう遊牧って、歴史がすごいあるじゃないですか。中国で匈奴っていう、ね、なんか民族が遊牧民族がいてね、それがこう結局今モンゴルまでこうたどり着くっていうか、いろいろ一回滅んだりまた
遊牧のいろんなところの遊牧の人たちが文化を作ってね、でモンゴルの地にたどり着くみたいな島良太郎の本をちょうど読んでたんだけど、あの遊牧民族ってそういうもんでしょ。環境を順応しながら、もしくは環境が変わったら他のまた環境に移動しながら生きていく人たちじゃないですか。で ここの場所今なんか Google で見ると本当に空から見ると凄まじい地域なんだなと思って見てたんだけど、でもこういう場所でトナカイ使って今でも生きてる人たちなんだよね。今トナカイを例に挙げたんですけど、他にもあの今石油を発掘していることによってどんどんあの汚染されてしまっていて、今まで生活できていた当たり前の環境がどんどん今狭められているというところで、このロシアのハンティマン氏を私たちは着目して考えて、その時に辺境を考えることが先ではなくて、ロシアのハンティマン氏にのこの厳しい地域に着目した時に、彼らの家はどこまでなんだろうと考えて、私たちはこの設計をしています。さあ、はい、やっぱその悪化している環境から守ってあげるっていうふうに、まあ、普通に思っちゃうんだけど、はい、普通じゃないのかもしれないけど、まあ、その僕は思ったんだけど、はい、それに対して割とその要は建築の哲学的というか、まあ、要は建築のとは何かみたいなさ、はい、実験的なものに住まわせようとしてるじゃん、はい、要するに申し訳ない、建築の意味を問うようなさ、あのそういう提案だと、提案なのか提案じゃないのか分かんないけど、まあ、そういうものを作ってるような気がしたんだけど、はい、でそこのやっぱその社会的なもしくは環境的な問題に、そのさっきのその建築的な何かをこう哲学的な何かをこう突き詰めていく話っていうのはどうつながってくるんですか。つながりとしてはこの守りたいじゃん、そう、はい、その困ってるんだから守ってあげようって話になると思うんだけど、はい、そういう話を飛び越えてるような気がしたから、そこら辺どうなのかなっていうところなんだ。飛び越えているつもりはなくて、元からここには何もなくて、前まではそれで生活をできていたハンティ人たちにこの建築を、きっかけとして多分私たちが考えているんですけど、そのきっかけを作ることによってどうなるかっていうことを私たちは考えていて、そのなんてこと、危ないからもう動かない方がいいっていうことで、危ないから動かない方がいいというよりは、建築を私たちは鎧と考えていて、建築と、すいません、自然と人間が戦うための建築は鎧で、もう一度私たちはハンティ人たちに領域を伸ばしてほしいと考えてこの建築を作っています。お時間がですね来ておりますので、一旦ここで区切らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。次が最後のプレゼンテーションになります。日本大学大学院白石世良さん、井山智弘さんによる共同作品水をあげるです。お二人は壇上にお上がりいただきまして、プレゼンテーションのご準備の方をよろしくお願いいたします。受賞コメントをご紹介します。一度も目にしたことのない場所で出会ったことのない人々を思いながら建築を考えることはとても新鮮でした。最終審査会では作品に込めた私たちの思いを改めて皆様に届けますとのコメントをいただいております。今回白石さんからのご希望で模型を持ってきていただいておりますが、模型自体は審査には影響をしません。審査の対象には含まれませんのでご了承ください。ご準備の方よろしいでしょうか。はい、マイク大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫ですか。はい、それでは、プレゼンテーションの方よろしくお願いいたします。お願いします。災害大国といわれる日本に住む私たち、災害のたびに町を失い家族を失い、私たちはその悲しみを乗り越えるたびにつながりを強固にし、さらなる町の豊かさを獲得してきました。悲しみの向こう側に描かれるつながりを
世界のどこかに提案することを試みます。水をあげる。日本大学大学院白石井山が発表させていただきます。今アメリカでは多くの緑が山火事によって失われています。かつてないほど大規模な山火事は町から急速に緑を奪いました。敷地はカリフォルニア州サノマ郡。この土地も山火事の大きな被害を受けました。ワインの産地と知られ、緑と人々の営みが混ざり合う自然豊かな町、自然を味方につけ暮らす人々の生活は緑とともに焼き払われました。そこで緑が失われた敷地に自然を育む建築を提案します。もともと大地から恩恵を受けていたソノマの人々が今度は大地を育んでいきます。森林火災の原因の一つは育ちすぎた森です。木々が炎症しないためには計画的な森林伐採が有効ですが、住宅を作ることで森に余白を生みます。焼けた敷地に立つ住居に水やりコアを設けます。各棟が持つ水やりコアから人々は大地に潤いを与えます。水をあげる行為がソノマの記憶をとどめ、これからの町のつながりと景色を育みます。木々を模した家の中で木々と共に大地を感じながら自然と共に育ち成熟していく町、ソノマは風景を取り戻し、人と人、人と自然、営みと町のつながりを広げていきます。平面構成です。一棟で複数の世帯が生活を共にすることで多様なつながりを演出します。1階は住空間を森に対して大きく開き、近隣住民ともオープンに広がるパブリックな空間、人々が木々のもとに集い憩う場となります。それぞれの住戸の住空間は全面ガラスで、室内でありながら緑に包まれ生活することができます。土から大地を感じ、木々から森を感じることで自然との接続を試みます。2階の中心部分には木の幹を模した柱が集まり、周りは隣人との交流の場となっています。枝の広がった先はプライベート空間で、共有部に対しては壁で閉ざされていますが、外部に対して大きな開口を設け森とつながります。そして幹に沿って上へ登ると水やりコアに続きます。水やりコアから森を俯瞰します。今日も燃えることなく成長を続ける森を見て、明日のさらなるつながりのために水をあげます。断面構成です。水やりコアから水をあげると屋根へと伝い、森へと流れていきます。続いて屋根から続くフレームを伝い、広範囲に水やりを行います。こうして育った森を水やりコアから眺め、プライベート空間から風景として切り取り、パブリック空間で共に生活します。 2000X 年、緑を取り戻したソノマでは、人と建築が緑の親となり無償の愛を注ぎます。悲しみの向こう側に強固なつながりを描く家、水をあげる。プレゼンテーションは以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。質疑応答をさせていただきたいんですが、先生方よろしいでしょうか。はい、五十嵐先生お願いします。これはなんか森を再生するっていうためにこの住居があるってこと？それとも、はい、森の再生、もともとこの住居、森があってそれと住戸が混在していたんですけど、その森が焼けてなくなってしまったところに、この森を再生するための家を作ることで、人々がこの自然の、親となる、表現させてもらってるんですけど、自然を作る主体となって、だからこれを先に作るってことね。じゃあ、はい、そうです。でその間に植物を誰が植えるの？この住人たちが植えていくの、お庭のように。この森林の火災っていうのは今に限った話ではなくて、このカリフォルニアに限らずどこでもある話なんですけど、この燃えた後こう人が何もしなくても正直生えてくるんですね。それに対してあえてその人々がその介入することによって、その今までの共生の形とは違う共生を、ここで提案しています。これ灌水みたいなものをこう手作業でこう水をやる、灌水みたいな管、あと灌水設備的な、水やりコアからですね。いや、ね、ここがここからこうシャワーみたいに落ちるってこと？そうです。
こうやるんだよね人工的にね。雨が降ってきたら自動的に流れるってことじゃなくてね。そうです。あと防災っていう観点で言うとね、これもう一度例えば火災が起きた場合、これ全部燃えちゃうってこと、建物ごと。なんか防災の観点ってそもそもこう全く逆じゃないな。まずその解決させてからじゃあ木を植えようとか、はい、火災が広がらないようにじゃあどうしようとか。その火災の、原因というのが、一つがその高密度化した森っていうことと、もう一つはその極度な乾燥というのがあるんですが、その森林同士が適度な余白を持って生えていたら、その火災というのは基本的には起きなくて、起きたとしても燃え広がらないんですね。なので人々がその適度な余白を持った森を管理すること、これをもって防災としています。じゃあ結構木とかも、はい、この建物の密度によって木の密度を調整してるっていう考え方、これはまあここに4棟しかないけれども、はい、もっと広範囲に広がってて、建物が、まあ、ある意味木の密集を防ぐような形で配置されてるみたいなイメージですか。まあ、その通りであるんですけど、その配置自体がその住居があることによってその炎症が防がれるというわけではなくて、その人々が管理することによってそこが燃えずにいるんですね。その例えば高密度化してしまったらその木を切って、その木材を使用してさらにその水をあげる住宅が建つかもしれないですし、その余白を人間が管理をするというのをここでしています。なんかその水をこう手で、まあ、いわゆるその灌水設備的なものを手作業でこうやるっていうこと自体はなんか可愛らしいし、まあ、気持ちとしては分かるんだけど、まあ、ここ、まあ、結構登るの大変じゃないですか、はい、でまあ、バケツかじょうろみたいのを持ってやってってっていうのを繰り返すよりは庭に出て水やった方が早いんじゃないかみたいな感じに思ってくるんですけど、そこら辺でどんな感じですか。僕たちのこの提案っていうのは、まあ、見ていただいて分かるかと思うんですけど、この毎日足を使って登って上から水をあげるっていうその所作自体がそのこの提案のメインなんですね。そのある意味その儀式的な行為がその無駄に思えるかもしれないんですけど、ここの人々にとってはその悲しみを忘れないだとか、まあ、悲しみを乗り越えて強固なつながりをこう作るっていうことにつながるので、その所作自体が僕は大事なのかなと思っています。でもさ、ここにさ要は水道とか来てんの、これって。あ、来ています。じゃあそれ水道をつなぐのとさ、水道ひねってやじゃあ月やってさここに持ってくる、その中間を省くっていうのとさ、まあ、要は水道をここにつないじゃえばさ早いけどさ、はい、水道はまあ1階にあって、でそこにバケツに入れて上持ってってっていうのは割と、まあ、その意味ではかなり儀式的だと思うんだけどさ、それ以上の意味がなんとなくあってほしいなっていう思うんだけど、どうなんですかね。なんか合理性とか機能的とか。ただこの提案というのはその合理性を書く向こうにその人々のつながりとかを描くっていう考えなので、そうですね、合理性に関してはその地面一番面から水をあげる方が圧倒的に合理的ではあるんですけど、そうだ、あとしかもだってみんなで水をあげてるとさ、割とそっちの方が話も弾むような気がするの、地面にね、地面でこうみんな時間儀式的にさある時間集まってきてさ水やってる方がさ、なんとなくさ話も弾むじゃん、なんかこの気分こんだけ育ってよかったねみたいな話ができると思うんだけどさ、割とまあなんかこう個別でさこうシャーって感じになってるじゃん今。この、まあ、僕のある主観でしかないかもしれないんですけど、この地盤面で人が挙げてて集まって集うっていうよりかは、なんかこの、まあ、儀式的行為と僕たちは定義しているので、その高い場所から挙げてる方がその周りから見えるっていうことと、その高い場所である意味っていうのは、その高い場所から毎日その、まあ、毎日ではないかもしれないんですけど、水やりをするたびに同時に森を町を俯瞰するんですね。それも僕にとっては大事なことで、その今日も焼けずに元気に育っている森を見ること、それは僕は非常にここでは大事かなと思っています。私はなんか
あの石上さんのおっしゃったようにですね、ちょっと水持って上がるのは結構しんどいなって思ったんだけど、風景自体はすごくいいなと思っていて、まあ、自動換水だと普通地面にこうゴムチューブが張っててお水が知らない間に流れてるみたいな形じゃないですか、はい、でもこれってなんかもしかしたら同じな毎日同じ時間になるとシャワーみたいな雨が降ってくるっていう、そういう景色を共有するだけでもすごくいいんじゃないかなって思って、わざわざこうエンヤトットと水を持っていかなくても良さはあるのかなと思って見てます。もしかしたらそういうシステムも、まあ、あるのかもしれないです。ただこの僕の提案としてはそのこう技術の進歩というか、このアナログ的なこう人間の行為にすごく重きを置いているので、まあ、そういう方が合理的かもしれないんですけど、まあ、分かんないよ、はい、だからその、まあ、まあそういうのも、まあ、まあ僕好きだけどでもさ実際そのやっぱこの建築としてはさ、あの、まあまあ、要は考え方は好きだよ。でもさ実際じゃあ設計に落としていくときに、あの、まあ、一般的な屋根の形があって、まあ、一般的な冠水の形があって、そこを手作業でやるっていうだけになってるじゃないですか。でも本当はその、まあ、屋根に水が流れるっていうのは、まあ、雨が降ってたけど、そこを人が水を流すっていう行為はなんとなく面白いと思うんですけど、まあ、そしたらその屋根の形で、まあ、この落ちたところにこうなんだろう、こう植物が生えてくるとか、こういう一般的な冠水の形式を取らなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺どうなんですかね。そうですね、その、まあ、例えばっていうのもあれなんですけど、一般的な冠水じゃないとしたら、ここはじゃあそのなんていうんだろう、やっぱりその僕としてはその行為だけがその大事、行為が大事なそのポイントなので、まあ他はそう一般的な冠水の形をしているかもしれないんですけど、その中で大事なものはそこのコアでの行為なので、そこは考えてませんでした。まあそうだとするとなんかプレゼンのなんかストーリー立てがね、もっと違った方が良かったんじゃないかっていう、その森を火災から守るみたいなことはあんまり触れずにね、もっとこうなんかもうあのハッピーなことをここで我々はやりたいんですっていう方が良かったんじゃないの。やっぱりその燃えちゃったらさらになる悲しさ、その悲しみの先に僕たちが AI とつながりがまた燃えてしまうので、まあ、それはやっぱりそのそっちの方がアンパハッピーかなって思うのでこうなってます。もう少し大丈夫だと思いますが、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナリストの皆様お疲れ様でした。これで5組すべての、プレゼンテーションが終了となりました、それでは、これより審査員の皆さんは別室へご移動いただきまして、最優秀賞を決定する最終審査に入っていただきます。約20分から30分後に結果発表を行いますので、ファイナリストの皆さんはこの場でそのままお待ちください。この最終審査の時間を使ってプレゼンテーションを終えたばかりのファイナリストの皆さんへインタビューをしたいと思いますので、ご視聴の皆さんはぜひ引き続きこのままご覧いただければと思います。また惜しくもファイナリストとしては残れませんでしたが、一次審査を通過した作品をこの時間にご紹介したいと思います。さあ最優秀賞を手にするのはどの作品か、どうぞご期待ください。
それではプレゼンテーションを終えたファイナリストの皆さんにインタビューをしてみたいと思います。まずは筑波大学大学院のお二人です。お疲れ様でした。今日は、トップバッターだったんですけれども、プレゼンは緊張しましたか？そうですね、始まるまで結構緊張はしてたんですけど、始まったら結構、夢中で説明したり議論できたので、あまり悔いはないです。私は超緊張しました。はい、そうですね、お二人の、テーマが、マダガスカルのバオバブということで、コメントの中で胸が弾む敷地を選んだということなんですけれども、バオバブハウスの中でどんな生活をしてみたいと思っていますか？そうですね、マダガスカルってすごい多分皆さん聞いたことがあっても多分行かれたことってほとんどいないと思うんですけども、そういったところできっとこう日本人だったりそういったマダガスカルに住んでない方が思い描くなんかこう建築がなかったり人が住んでないところで、どういう豊かな暮らしができるかっていうのを、妄想し半ば妄想しながら楽しく設計をしたので、そういったなんかこう思いを馳せながら生活してみたいと思います。はい、私は日本にずっと暮らしているので、マダガスカルでは開放的に暮らしたいですね。やっぱりなかなか日本で東京とかだとその開放的な感じはないので、あれだけ高いところ、私たちが設計した家とかだと高い位置で人の目線とかを気にせず生活ができると思うので、その雨が降らないっていう環境も生かしてすごい開放的に放たれていきたいです。ありがとうございます。改めて作品の中でこう伝えたいことはありましたらお願いします。そうですね、なんか私たちが思い描くその建築っていうものと今回のテーマの世界のどこかに立つ建築っていうので、きっと世界のどこかではきっと我々が考えてその建築に対して思っていることとは全く別のことをきっと建築に思ってたりするので、なんかそういったなんか固定観念みたいなのを取り払って、新たにその全く全然違うコンテクストを持った地域に建築を建てるっていうことが、一つなんかこう僕たちの中で回答を示せたらいいなと思っています。そうですね、あきくんもおっしゃってくれたのとあれなんですけど、やっぱり今回のコンペのテーマで一回も行ったことがない場所っていうのを私たちの中で選ぼうっていうのが一つあったので、そういうみんな多分マダガスカルってほとんどの人が行ったことがない場所をこう私たちの設計を通して、あ、そういう木がバババブっていう木があるんだとか、そういう雨が降らない地域でとか、いろんな植物とか動物、ワオキツネザルとかがいるとかそういうことにこう想像していただけたらすごい嬉しいかなと思います。はい、ありがとうございました。続きまして札幌市立大学の成田さん、よろしくお願いします。プレゼンを終えた率直な感想をお聞かせください。あ、終わって安心しました。緊張しましたか？緊張しました。先生は厳しかったですか？いや、優しいなって思いました。思ってたより優しいなって思いました。ありがとうございます。南極という場所のチョイスが北海道に住まわれているということですよね。はい、北海道在住ならではな視点だなと思ったんですけれども、特にこう緑を見たいっていう中でどんな植物を植えてみたいなっていう思いはありましたか？そうですね、なんか日本の基地の近くでに建てるので、日本人にゆかりのある植物がいいなと思います。日本のお花がいい。ありがとうございます。あと、
改めてもう一度作品の中で一番伝えたかったことをお願いいたします。伝えたかったこと、はい、伝えたかったことはその南極に南極伝えたかったこと、南極にこういう風景があったらどうだろうっていう私の考えをこう一つのプレゼンボードにまとめて見てみたいって風景を皆さんに伝わるように作りました。ありがとうございます。続きまして信州大学大学院の杉山さん、よろしくお願いいたします。今回、インドのゴムの木の根を使うという発想はすごい先生方も驚いておりましたが、発想どういうところから出てきたんですか？いやもうなんかその普段いろいろ結構調べたりとかしててそういうので中から引っ張り出してきたって感じです。普段からよく調べていらっしゃるんですね。はい。受賞コメントの中でオンラインでできない審査会の機会がありがたいというコメントをいただいて、運営スタッフとしてはとても嬉しいコメントをいただいたんですけれども、実際にプレゼンを終えた感想はいかがでしょうか？まあ、そうですね、今年オンラインでの審査いくつか出せていただいて、やっぱりでもこうして対面でできるっていうのがすごくいいなっていうふうに思いました。だから本当に上の方々には感謝しています。はい、あ、大丈夫です。はい。そうですね、ちょっとお話がずれてしまうんですが、好きな建築や建築家はありますか？難しいですね。なんか自分結構調べるんですけど、あんまり好きなのが未だになくて、なんか圧倒されるものとかはあるんですけど、なんかこれが一番好きみたいなのはないです。むしろなんか僕結構自然山の中にいたりとかするんで、むしろなんか木とか見てた方が全然おーってなることの方がいいです。将来は建築家を目指しているんでしょうか？なんかまあケセラセラというかなるようになるというか、まあなんか結局自分で行くってよりはなんか周りの環境がそういうのって決定づけていくような気もしていて、自分の思いも大事ですけど、なんかまあそこら辺は多分うまいことこう将来的にはうまくいくのかなとか思いつつ、まあ、がむしゃらにやっています今は。ありがとうございます。改めて作品の中で一番伝えたかったことをお願いいたします。そうですね、僕その都会の方々と比べて圧倒的に他の建築学生との交流が少なくて、割となんかこの孤立したような感じでいるんですけど、なんかむしろ田舎にいるからなんかできることって結構たくさんあって、例えば下着だけになって外出るとかできないじゃないですか、都会出たら。僕結構そういうことするんで、まあ、家に畑があるからなんですけど、まあ、なんかそういうなんかそれで雨に打たれるとか、例えばなんか土潜ってみるとか、なんかそれぐらいの経験とかなんかあったりするといいのかなと思うんで、ぜひ皆さんちょっと一回田舎に都会の学生は田舎に、で僕は都会にむしろ行けてないので、なんかいろいろそういう経験が得られない中、得られないせいでなんかその他の学生がどういうことしてるのかとか全然わからないですし、だからなんかそういうお互いこう交流ができるこのコンペの場っていうのはすごくいいと思うんで、ぜひ皆さんそういうのを思いながらコンペとか頑張ってみてください。はい、ありがとうございました。続きまして多摩美術大学の皆さん、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。4人での共同制作は皆さんそれぞれ意見もアイデアも異なったと思うんですけれども、どのようにまとめていかれたんでしょうか？主に私たち2人がコンセプトなどを考えていて、こちらの2人が、設計などの細かいところのどうやって置いては気持ちがいいかなどを考えて、ちょっと2つに分かれて、でそれでもう一回みんなで集まって話してみたりとかしてまとめていきました。役割分担をされてたってことなんですね。はい。プレゼンを終えた率直な感想をお聞かせください。
最初からもともと課題のやり方を全部一回して、こう自分完全に自分なりに進んできましたけど、まあ、そういうふうに、まあ、たくさん歌われる部分があると思うなんですけど、でそこまで考え尽くすってことで、そのためにたくさん準備して、プレゼンでも、私たちに意味があるっていう、こういう経験でした。ありがとうございます。このロシアのハンティマシン自治管区という場所は、すごくロシアの中でも全然知らない土地だったんですけれども、どなたか行ったことがあってこの土地を選ばれたんでしょうか。誰も行ったことはなかったんですけど、張さんが少しテレビで見て、その時に興味を持って、今回の世界のどこかにある家の中で、ここはどうだろうっていう提案をしてくれて、みんなで調べていってこの土地に決めたっていう感じです。ありがとうございます。最後に改めて作品の中で一番伝えたかったことは何でしょうか。私たちが一番この作品を伝えたいことは、多分、人間と自然がお互いにこういう殴り合って、なんか自分の領域を占めることで、なんかいろいろ挑戦してみて、なんかこういう人間と自然のバランスをとって、なんか改めて家住宅建築は何だろうかと考えて、なんか新しい建築形式を作りたいと思っています。ありがとうございます。最後、日本大学大学院のお二人です。お疲れ様でした。今日は、すごい模型を作られてましたけれども、はい、結構準備お時間かかったんですか？自分の家でみんなで、仲間もいるんですけど、みんなで頑張って作りました。作品のタイトルが水をあげるという、とても印象的なタイトルで、所作が大事とプレゼンの中でもおっしゃってたんですけれども、普段から何 か, なんかルーティーンとか大事にされていることがありますか？僕はそのなんか、まあ、当然みんなもそうだと思うんですけど、建築とか街並みが好きで、なんで普段から気にしていることで言ったら、その歩くっていう所作が自分の中で大事にしていることで、そこからできる、まあ、なんか気づきとかがこういう作品の活動につながっているのかなと思ってます。ありがとうございます。そうですね、コロナ禍で学校生活がこう休校になったりしていたと思うんですけれども、何か大変なことがありましたか？何か変化があったりしますか？まず模型作りが学校でできなくて、でこの白石さんの家を借りながら作ったんですけど、まあ、当然たくさん人は入らないし、こう生活のものがあったりしながら、こう例えばさっき模型を見てもらえれば分かるんですけど、木がたくさん生えてて、こう木の破片がベッドの方飛んでっちゃったりして、ちょっと気まずくなったり、そういうのがなんか僕たちの中でちょっと一つ今ならではの困難だったかなと思います。あ、大変でした。今もまだ部屋が汚いんで帰って片付けます。はい、ありがとうございます。では最後に、改めて作品の中で一番伝えたかったことをお願いいたします。いいですか？じゃあ僕たちはそのなんか世界のどこかに、まあ、楽しい家を作るっていうのは、まあ、みんなと同じで考えてたんですけど、まあ、僕たちはその世界のどこかに敷地を建てるところで、
まず自分たち日本人としてのアイデンティティを見つめ直して、その震災を乗り越えて強固なつながりを描いてきたっていうのを一つそのアイデンティティとして抽出したので、そういったなんかこの日本人のこの雑草魂みたいのがその世界のどこかで形にできたのがすごく良かったと思うので、そこが伝えたいポイントなのかなと思います。はい、同じく。あ、大丈夫です、はいはい、ありがとうございます。はい、最終審査に時間がかかっております。一旦画面をお返しいたします。皆さん、大変な長い話になりまして、で2つのチームの中では受賞これから最優秀を決めます。でその上ではこれから五十嵐さんがそれぞれのチームに質問一つを投げます。でそれをフェアするのためには第2でその質問いただくのチームは一回外に出て、で第1のチームは一応ステージの方へ来てください。で第1で質問いただくのチームは、ごめんなさい、僕今ちょっとメガネがないんで、4人の女の子のチームでぜひ一回ステージの方へ来てください。で日本大学のチームは一回外へ行ってください。はい、でこれから五十嵐さんが質問一つを投げて、でそれを答えて、でその後には他にチーム同じ質問をして、でその後には最優勝を決めます。はい、五十嵐さんどうぞ。はい、すごくこう議論で、まとまらずにですね、最後に質問を一つだけ投げかけようという結論に、なりまして、でその質問というのは今回のコンペテーマに対してあなたたちが最もなんかやりたかったこと、伝えたかったことを、端的にお答えください。私たちのこう全部のやり方でまとめて言うと、一つ事故をなくすっていう設計する方法で、完全に私自分を勝手に考えてあげることじゃなくて、もっと客観的にこう建築設計する人がそもそも存在していない状態で、こう謙遜しているっていうか、もっと客観的にそういう事実を土地を読み込んで、それをさらに作り出した案をその土地を密着させたいっていうことでした。ありがとうございました。どう一人だけにする？4人いるけど、補足ある？他に、今の質問、答えはね、ちょっとコンペのテーマに対してあなたたちが最もやりたかったことを本当にちょっとシンプルに答えてもらっていい？はい、私たちは家というものがどこまで広がるのかっていうのをすごく考えてみたくて、なぜ私たちが今この生きている、例えば家の中で6面以上囲まれた面の中でなぜ住んでいるのかっていうことについて一番考えたかったです。でそれを考え直すきっかけとして、一つの建築という、それ以上でも以下でもない空間を行使することによってもう一回考えてみようということをやりたかったです。ありがとうございました。ではちょっと入れ替わりましょうかね。ありがとうございます。ありがとうございました。
ちょっと最後にね、本当にシンプルな質問をするんですけど、今回のコンペテーマに対して最もあなたたちがこうやりたかったこと、考えたことを端的にお願いします。僕たちの考えたこととは一回それてしまうんですけど、一番最初に僕たちが考えた、一番最初のスタートは、まず世界のどこかに敷地を考える上で、まず自分たち自身、日本人としての僕たちのはのアイデンティティを一度見つめ直しました。その結果、先ほど説明させていただいた震災を乗り越えて、あるいは他の自然災害を乗り越えて強固なつながりを描いてきたという僕たちの考えがあって、それを世界のどこかに表現しようと考えました。その中で今火災が起こっているカリフォルニア郡を選ばせてもらって、でそこでその僕たちが考える強固なつながりの描き方を表現しました。ありがとうございます。補足はない？隣の方大丈夫ですか？じゃあ、ありがとう、戻ってもらえます？大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、先生方に審査をしていただいて、なかなか最優秀賞が決まらないということで、最後の質問を今五十嵐先生からしていただきました。でここから先は、先生方の挙手によって、最優秀賞を決めたいということですので、そのようにさせていただきたいと思います。はい、改めて、最優秀賞の候補になっているのは、多摩美術大学の、張志佳さん、伊藤さくらさん、王佳文さん、鈴木あかりさんによる共同作品辺境の境、それからもう一点が日本大学大学院白石世良さん、井山智弘さんによる共同作品水をあげる、この2点で、これから審査員の先生方による、挙手によっての最優秀賞を決定させていただきたいと思います。で、審査員、弊社のハーネ社長もおりますが、4人で挙手を採択してしまいますと2対2になったときに、最優秀賞が決まりませんので、ハーネ社長は、棄権をさせていただくということで、進めてまいりたいと思います。それではよろしいでしょうか？はい、では、多摩美術大学張志佳さん、伊藤さくらさん、王佳文さん、鈴木あかりさんの、辺境の境が良いと思われる審査員の先生、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。この時点で、多摩美術大学の張志佳さん、伊藤さくらさん、王佳文さん、鈴木あかりさんの辺境の境、こちらを第12回ハーフェル学生デザインコンペティションの最優秀賞とさせていただきます。おめでとうございます。輝いた、代表の張さんからコメントをいただいてもよろしいでしょうか？お願いします。まずたくさんのスタッフが、今までいろんなことをやってもらっていることが、すごくありがたいと思ってまして、今回は、私たち4人の学部生として初めて正式に挑戦したコンペとして、ここまでのプレゼンすることではなく、この裏でいろいろした努力も、すごい私たちのいい経験になったと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございました。
それでは審査員の皆様より受賞理由、公表コメントなどをお願いしたいと思います。まずは五十嵐先生からお願いできますでしょうか。まずはおめでとうございました。すごいね、すごい議論になったんですよ。ハーフェレコンペ史上最大の議論になって、で決めきれずに、じゃあ最後に一つだけね質問を投げかけようということになって、まあ、選ばれたわけですけど、まあ、でなんかこうまだ3年生なんですよね。でなんかこう、未熟なんだけど、ものすごく未熟だと思うんですけどね、やっぱ他の案にはないなんかこう広い投げかけがやはりあるのではないかなっていうふうに、まあ、我々にはっていうか僕には見えたので、最優秀としたいなと思ったんですよね。なんか、これをね励みに本当頑張ってほしいっていう一言に尽きるんですけどね、面白かったと思います。おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。私すごい最後まで悩みに悩んでしまって、もう一方の方に手を挙げようと思ってあげたわけなんですけれども、でも皆さんの案は実は一次審査からすごく審査員全員の注目を浴びていて、やっぱりその提案されている範囲がさっき500メートルって言ったけど、多分もっと広い範囲をきっとって、なんか図面に300メートルってすごい一部に書いてあったから、もっと何キロ四方かの提案をしてくれていると思うんですけど、そういう荒廃した荒れ地というか、地形に対してこう建築を提案しているというスケールもすごく大きくって、その部分もすごくいいなと思いました。でああいうすごく尖った案をね、4人でよく話し合いながら作ったなっていうのが私としてはすごく驚いているというか、すごいみんなの対話力があるのかなと思って見てました。でまだ3年生っていうことなので、これを励みにどんどん頑張ってもらえたらなと思います。おめでとうございます。まあ、納得しない人もいると思うんで、まあ、一応経緯を話すと今回こう選んだ中で、要はその最終的な案を決めようかとなった時に、最後のこう2案以外の方々っていうのが技法に寄りすぎてるんじゃないかってところがまず一個あって、でもちろんこう敷地と技法を結びつけるっていうのは、建築を作る上で、もしくはこれからの建築を作っていく上で、そのすごく大事なことだというふうに思うんだ一方で、今回やっぱりこの自分たちがどの敷地を世界の中からこう選んでいくかっていうのは、ある意味建築を建てる以上にやっぱこうセンスというか問われるところがあって、そういう意味ではものすごい主観で選ぶべきところでもあったと思うんです。要は社会的な問題言い始めたら世界中にいろんなところがあるわけだし、でそういう話を飛び越えて最後一つだけ敷地を選ぶっていうのはやっぱり主観以外にないと僕は思ってるんですね。でそういうところでその敷地を選んだそのセンスとその主観をこうある程度やっぱりこう説明してほしいなっていったところが3案にはちょっと欠けたかなっていうのがありました。で最後2案なんですけど、それぞれ両方ともそういう意味では何か社会的なこう意義とか、そういうのをこう説明していたところで、結局僕はその要はさっきの その水をあげる案であっても、要は山火事っていうところをこう選んだ意味っていうところを強く説明していたけれども、効果として考えたら本当にその山火事っていうところ その要は何か山火事が起こった地帯に対して何か社会的な何かをしたいというところであったら、さっきのような案は成り立たないと思っているから、どっちかっていうとその僕がその要はあの案を評価したところっていうのは、ああいうその手作業で、何かこう環境をこう作っていくっていうその、建築に向かう姿勢のところになんとなく共感を覚えたんですけど、最後の質問のところで、どうしても社会的な説明になってしまうってところで僕は違うかなっていうふうに思いました。で
一等になったその要は最優秀のその多摩美術大学の方々っていうのの案っていうのは、正直僕も全てを理解しているわけじゃないっていうところなんですけど、今回そのさっき言ったみで敷地を選ぶセンスと、それをそのどういうふうな建築として可能性をこう広げていくような思想にまでこう至るとかってところを考えたときに、その完成度は低いけど向かっている方向は割と強かったんじゃないかなってところで一等を選んだんで、そういう意味ではその全ての案に対してクオリティにて一等が選ばれたというよりは今回のテーマに対して強い方向性を僕らが理解できないながらも最後に示してくれたような気がしたから、一等でもいいんじゃないかなって思ったところです。これが一応僕 の, 全体的な総評になります。本当にすごい大変な話ありまして、でその上でその本当にコンプレックスな社会的なテーマを選んで、でその上で本当におめでとうございます。で3年生で来年またよろしくお願いします。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。審査員の先生方ありがとうございました。で皆様壇上からお席にお戻りいただけますでしょうか。ありがとうございます。なお他の4作品はすべて優秀賞となりまして、それぞれに賞金5万円が贈られます。優秀賞ですが、審査員の先生方の、お名前を冠した冠賞となります。こちらについては先生方から直接発表をしていただきたいと思います。五十嵐先生お願いできますでしょうか。五十嵐賞は杉山君の、これは何、友なる家、今日なる家、友なる家です。おめでとうございます。はい、私はもちろん残っていました。水をあげるにナルセ賞を差し上げたいと思います。おめでとうございます。札幌市立大学の成田さんでお願いします。じゃあハーフ賞は筑波大学の秋ゆまさんと楓曽我原さん、ね、お願いします。おめでとうございました。それでは順番にまずは五十嵐賞の、ごめんなさい、五十嵐賞の杉山さんでしたっけでしょうね。はい、は壇上にお上がりいただけますでしょうか。おめでとうございます。五十嵐先生から選出理由などお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。選んだコンテクストがねすごい魅力的で、橋とかもう本当実物見てみたいし行ってみたいぐらいで、で根が建築を構成していくなんていうのはなんか本当にやり方によってはねものすごいことになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、その一方でちょっとねなんていうか君個人的すぎる部分もちょっと強かったのと構成方法がね少し腑に落ちない部分が多々あったのがちょっと惜しかったなというところがあるんですけど、こういうきっかけを本当にこうバネにしてもう少しこう柔軟に、はい、発想を構築していけるようになるといいんじゃないかなと思いました。まずおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。では席にお戻りください。はい、続きまして、成瀬賞の、白石さん、井山さん、壇上にお上がりください。
おめでとうございます。成瀬先生、お願いします。おめでとうございます。あの模型まで作ってきてね、すごい頑張ってくれました。で、さっき石上先生もおっしゃってましたけれども、その手作業でお水をあげるっていう、そのすごくささやかで可愛らしい行為っていうところと、そこにすごい価値を置いてるんだけど、それと、まあ、建築の形だったり、あるいはその社会的にやろうとしていることだったりっていうのがちょっと盛りだくさんすぎたのかなっていうのがあって、ちょっとまとまりきらなかった感はあるんですけれども、私はすごくそこにどうやって新しいコミュニティをもう一回再生していこうかっていうところのテーマにもすごく共感しているので、まあこれからは自分たちの設計をどう伝えるかとか、どこに重きを置いて伝えていくかみたいなところを、まあ、今日の発表と先生たちのコメントを、まあ、聞いて、効果的な伝え方みたいなのをまた考えてもらえるといいなと思いますので、頑張ってください。おめでとうございます。続きまして、石上賞に輝いた成田さん、壇上にお上がりください。おめでとうございます。石上先生、選出理由などよろしくお願いいたします。そうですね、北海道で、札幌ですね、札幌で大学に通ってらっしゃるっていうのと、寒い地域で ああいう建物を作るっていうのは、なんとなくある意味等身大的なところで案を考えたのかなっていうような僕の期待ですね、なんかっていうで、賞にしました。ありがとうございました。それでは最後に、ハーフェレ賞の秋さんと菅原さん、壇上にお上がりください。ハーネ社長、コメントをお願いします。はい、本当におめでとうございます。バオバプハウス、マダガスカでバオバプキーで、それぞれ の地域に合わせたの建築で、やっぱりあそこ の住んでる人間にすぐ扱えるの場所とかところを考えてたので、それはすごいプラクティカルでハーフショーになりましたので、おめでとうございます。おめでとうございました。お席にお戻りください。それでは、審査員を代表しまして、五十嵐先生から本年度のコンペティションについての総評をいただきたいと思います。五十嵐先生、よろしくお願いします。はい、そっち、ごめんなさい。真ん中でお願いいたします。まず皆さん、とにかくおめでとうございました。このコンペに、もう結構何年か関わらせていただいていて、で今年本当正直こう一番なんか充実した提出案が多かったっていう印象があって、まあ、ご案絞るのも本当難しい作業だったし、変な言い方ですけど、かなり真剣に審査員の中で議論をして選びました。で、今日はさらにそれを上回るぐらい真剣にどれが最優秀であるべきかっていうのを議論した結果、今日のたまびの方たちになったんですけど、こういうものはなんか別に1位になったからそれが最も素晴らしかったとかいうことではないっていうのは、皆さんも多分分かっているんだけど、こういう公開審査で、投げかけられた言葉や、なんかこういろんなものたちをですね、どう言ったらいいんだろう、こう
いろんなことに必ずつながるので、思考をとにかく今後も繰り返してですね、皆さんが今後どういう道に進むかちょっとわからないけれども、糧にしてほしいっていうベタな、コメントにはなるんですけれど、していってほしいのと、なんだろうな、ちょっと物足りなさも正直今日多々あって、やっぱりパネルでは読み切れなかったことを本人たちのこう言葉で聞いたわけなんですけど、あまりにもなんかそのまんまっていうようなプレゼンも多かったし、そのやはりなんかこうその考えていることの先に何があるのかとか、こういう場所に出るから自分たちが考えていたこと以上にきっともっとこういう可能性があるんじゃないかみたいな探る作業もなんかしてほしかったような気もしたりしながら公開審査を聞いておりました。とはいえ、最後に辛口になってしまいましたけれども、非常に皆さんの案は充実して素晴らしかったと思います。本当におめでとうございます。先生ありがとうございました。そろそろ閉会が近づいてまいりました。弊社ハーフェレジャパンでは引き続き建築を学ぶ学生を支援していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。最優秀賞に輝いた張さん、伊藤さん、王さん、鈴木さん、おめでとうございました。学生の皆様、来年もぜひチャレンジしてください。来年この会場でお待ちしております。以上をもちまして、第12回ハーフェレ学生デザインコンペティションの最終審査会並びに授賞式を終了とさせていただきます。また来年お会いできることを楽しみにしております。どうもありがとうございました。普段あまりコンペには参加してなかったんですけども、そのたまたまコンペサイトを見てた時に、世界のどこかにある家という、なんだろう、面白そうなテーマに引っかかって、あ、これはやってみようっていう考えになりました。コンペをやるきっかけになったのもそうですけど、すごいいいなっていうか、なかなか世界のどこかに家を建てるっていうことは考えないので、すごくいい機会になりました。作品のポイントは、なんだろう、南極っていう最果ての場所で私たちがまだ見たことのない風景を作ったことです。光栄なことにこういう場にお招きいただいて、その審査員の先生方だったり他の大学の方々と交流できたことがすごいいい機会になりました。将来の夢は、なんだろう、なんか風景を何か作る人になりたいです。なんだろう、自分というか周りでそういうことを言ってくださる方はあんまりいなくて刺激になりました。そうですね、世界のどこかに建つ家というそのテーマが魅力的だったのが一番ですね。非常になんか個人的なアプローチになってしまうけど、でもどこかでちょっと、なんだろう、その世界のどこかっていうのを選ぶ上で、社会性みたいなのもやっぱり考えなきゃいけないっていう、そこの折り合いのつけ方っていうのが大事なコンペだなというのをすごい思いました。僕は結構個人的なその記憶に従った、なんだろう、思考実験的な建築の提案だったんで、この僕はこの根のあり方、根と共に生きるあり方みたいなのを結構意識して設計しました。
今年いくつかたくさん、あ、いくつかというか、まあ、かなりたくさん出させてもらってるんですけど、まあ、非常に今回は、まあ、ちょっと他の案とも、まあ、なんか、なんだろうな、差をうまくつけられなかったっていうのは反省点として、まあ、でも、まあ、こうやって提案できて選ばれたっていうのにはすごい嬉しさがあります。そうですね、その自分は結構研究の一環としてコンペをやってる節があるので、かなりこの提案っていうのは生かしていけると思います。まあ、悔しい反面で、ね、やっぱりでもその最後ラスト5人に選ばれたというのは今年すごい審査も大変だったらしいので嬉しい気持ちでいっぱいです。いや、非常に、まあ、これから何かね、僕の提案についてはあまり触れてもらえなかったので、まあ、その点はちょっと悲しいですけど、まあ、最後五十嵐さんに触れてもらった通り、ちょっと個人というか主観に寄りすぎていたのかなっていうふうに思うので、かなり自分の課題にはなっていると思います。まずこのテーマがすごく面白いなと思いまして、この最近よくあるテーマとしてはその食住一体とか、まあ、コロナ禍における課題の話だとか、そういった内容が僕は多いのかなと思うんですが、その中で世界のどっかに立つ家っていうのは、今やっぱり世界のどっかには行けないので、その中でどうやって考えられるかっていうのがすごく面白いなと思って2人でやってみようと挑戦しました。あ、同じく、なんかこの課題文がすごい魅力的で、他では見ないこうなんか世界のどこかに立てるっていうすごいキャッチーな文で、あ、自分だったらどんな国に住みたいかなみたいなことを考えるのが楽しくて、このコンペを選ばせていただきました。はい、そうですね、やっぱりこの水やりコア、ここから手で水をあげるっていうその行為がすごく大事にしている点だったので、そこが審査員の方にも可愛らしいねと言っていただけたので、まあ、僕は嬉しかったです。はい、一緒、いや、同じです。はいそうですね、ただ今だと言ったことを重複してしまうんですけど、まあ、僕たちの、その伝えたいこと、他の行為があって、でこの人間の行為の先に新しいつながりがあるんですよっていうのを、まあ、審査員の方々に理解していただいて、で、成瀬さんから、賞をいただいたので、僕はとても嬉しかったです。はい、また重複してしまうんですけど、まあ、その僕のこの作品に込めたメッセージが無事伝わって、それに対してその、まあ、かわいいねとか、まあ、社会的に対する社会の問いに対してこう取り組むのはすごくいいことなんじゃないかなっていうのを言っていただけたので、僕としてはこう模型も作ってパネルも作って頑張ってきた甲斐があったのかなと思って、あとはそのそれに対してその悪かった点、課題もいくつかいただいたので、この先の自分の作品、制作活動に打ち込む上で、参考にさせていただければなと思います。いや、この作品作っててすごい楽しかったですし、なんか自分の伝えたいことが人に伝わるってすごいなんかこういいなってすごい思いました。なんかでも伝えきれなかった部分があったからこそ、なんかもっと伝えれるような作品作りを自分でもしていきたいなっていう先生方のコメントをいただいてすごい思いました。あ、そうですね、去年の9月から2人とも留学に行きまして、僕はスイスに行って菅原さんは中国に行ったんですけども、まあ、そんな中でこのコンペがお知らせを聞いて、で、まあ、テーマが世界のどこかに住宅を作ろうっていうことだったので、まあ、外国人としてその異国の地で生活をした経験を生かして、まあ、何かこう提案をしてみたいなっていう思いから参加しました。そうですね、私牧君と同じで留学をしていたので、なんかその外国に日本人がこう外国に行った時のそういう感覚とか、あと現地でこう
発展した知らない外国人の方と交流するとか、そういう経験を経て、そういうのを作品にこう生かしていけたら面白い提案ができるかなっていうので、すごく興味を持ちました。そうですね、このテーマがこの、最近のコロナウイルスの関係と結びついているかどうかわからないんですけども、いろいろとその、住むところだったりとか、なんかこう住宅っていう定義が結構見直されてたり、いろいろと変わってきているのかなとも思う時があって、なので、そういった何ですかね、異国の地だったり、外国を考えることって、巡り巡って自分の、母国日本をの良さだったり、何ですかね、いろいろそういう日本のことを考えることにもつながったと思うので、なのでこういった時期にこうしたテーマで考えられたことは良かったなと思います。楽しかったですねなんか留学、外国に行きたいと思って留学をしていたんですけど、なかなか逆に日本に帰ってこれないとか、帰ってこなきゃいけないとか、そういう今まで自由に行き来できてたものができない環境に世界がなってしまったので、そういう中でこういう世界のどこかに行って、とても自由度の高い課題がすごく難しくも感じたんですけど、なんかこう逆にこういう固められた環境だからこそ、すごい あそこも旅行してる感覚で、ここも本当は時間と余裕と、あと世界がそういうことを許してくれるんだったら、ここも行ってみたいし、ここも行ってみたいしみたいな候補地がいっぱい出てきて、そう旅行してる感覚ですごい楽しく取り組めたと思います感想、そうですね、この最終案として選んでいただけたことはとても嬉しくて感謝してるんですけども、ちょっと惜しくも最優秀賞は逃してしまって、それで、そうですね、でもこう、僕たちが持っている建築観だったりとか、そういう建築に対する希望っていうのは、あんまり変えずに、このままどんどん発展させていきたいなと思ってます。そうですね、悔しいですけどまず一番に悔しいなっていうのがありますけど、でも自分たちがやりたいなと思った案で、最終プレゼンまでこうやって5名に残れたので、その泣くんも言ってくれたように、私たちの考えは曲げずに、どうこれからブラッシュアップしていけるのかなっていうことだと思います。そうですね、なかなか今日の建築家の方々もほぼ初めて会う方で、もちろん名前とか著名な方だって存じ上げていたんですけども、そういった方々と直接意見交換をしたり議論したりして、そうですね、正直僕たちの持っている建築観とはまた違った案を持ってたり考えを持っている方もいらっしゃるので、そういった意見を全部をいやそうじゃないんだって思うこともなく、そういった考えも もちろんあるし、取り入れたいという思いもありますしなので、今日直接こうやって、こういった時期の中議論ができたのはとても良かったと思ってます。そうですね、トップバッターだったのですごく緊張したんですけど、なんか親しい建築家のその著名な方が公表してくださるっていうことで、もうものすごくいじめられるんじゃないかっていうのがあってトップバッターからもうバッチリ今日気合い入れて化粧してきたのに、もうすごい泣いたりとかして、マスカラとかこうなっちゃったらどうしようとかいう不安もあったんですけど、そうですね、優しく厳しく優しく公表していただいたので、良かったかなっていうと思います。はい、きっかけとしては、今回、コロナウイルスとかの影響もあって学校で制作をする時間っていうのが結構減ってしまった中で、なんかやっぱり人と話す時間っていうのがすごい楽しいなというふうに思って、そこで、集まったこの友達と何かじゃあ作ってみようっていうのがきっかけとしてありました。
そうですね、今鈴木さんがおっしゃったように、やっぱりこの学校に行けない時期に何か学校以外で作れるものがないかと考えて、その時に個人ではなくグループで話して、みんなで何かを考えることに意味があるんじゃないかと思って、今回このコンペをグループとして参加させていただきました。はい、私的には結構今はもうみんな3年生で、来年もうすぐ就職しないといけないですので、なんか学生時代のほぼ最後の時間で、なんかもうちょっと課題以外のことを挑戦していろいろ勉強したいと思いました。私たち、建築やデザイン勉強している間に、やっぱ課題以外のものいろいろ吸収していると思うんですけど、でもそれは課題におけるやっぱ発揮する機会がやはり限られていますので、もう少し自分に自由でできる作れるものがあったらいいなと考えて、今回のコンペを応募しました。今回の作品は、結構考えが漠然としていたと思うんですが、なんかそれを、どうにか形にできないかっていうことをすごく考えていて、で、何でしょう、コンセプトとしてはその自分たちが常識として捉えていることをもう一回捉え直そうっていうことだったと思うんですけど、なんかその曖昧なことを形にしようっていうのが私たちの中ではありました。今回、世界のどこかに立つ家を考えるときに、何が本当に必要か、家にとって私たちにとってそれを考えるのが今回のコンペの中で私たちにとっては一番大事なことだなと思って、その話をとても長くできて、みんな多分いろいろ違う考えがあって、その中でまとめていったり違う意見を聞いて、あ、そっちの方が正しいのかもしれないとか、いや違うかもしれないってみんなで考えて、最後こういう形に落とし込めたのがすごいいいと思いました。はい、2人が言った通りに、結構家っては一体どうなんだろうかと結構考えまして、それであとは人間と自然のバランスどうやってうまく取れるかなとも結構考えました。なんか人間と自然のこういうなんかお互いにやり取りして、なんか一番ふさわしいっていうか、私たち的になんか一番自然に柔らかい立ち方を探したいと思っています。私個人的には普段の建築設計の中に一番許されていない抽象的なものをそのままに表現するのは課題としてはもうあまりない機会で、それをそういった微妙な感覚が、そういうフィーリングっていうものをそれを伝えたのはすごく嬉しかったんです。素直にすごく嬉しくて、学外でこうやって評価していただけるっていうのは、なんか普段の活動とか制作では結構いつも自信がないというか、そんな中でやっていたので、なんか少しでもこうもっと勉強しようっていうふうに自信が持てたっていうか、そういうきっかけになったのがすごく良かったなっていうふうに思います。今回ちゃんとコンペをしたのが初めてで、その中で初めて人と、いつもは学校の授業だとエスキースを重ねて分かってもらった上で話せてたことが多くあって、どこか分かってもらってるという中で喋ってしまうことが多かったんですけど、今回のコンペでやっぱり初対面で喋る時の難しさを分かったり、あとやっぱりこういうことを言いたかったんだって再確認させてもらえて、とてもいい勉強になったと思います。はい、今回コンペを参加するのは2回目で結構迷いましたけど、なんか学校でやった課題のやり方と結構違って、なんか具体的なデザインじゃなくてもうちょっと抽象的な
建築的な思考をやって、なんか、うん、すごい ありがたいと思って、それでこういう初めてなんか挑戦した案が受賞されてすごいありがたいと思っています。そう、4人で一つのコンペ出すのはやはりいろいろ難しかったんですけど、こう私たち自分たちの世界観をすごい強い自信を持って、それが正しいと思いながら審査員たちに伝えたことは、それをなんとなく伝えて、それを評価をいただくことにすることはすごく嬉しかったってことになります。すごく自分たちでは考えもつかなかったような観点でいろいろご指摘をくださったので、本当に考える幅が広がったなと思いました。そうですね、難しいことをしているなって、自分たちの作っているものが、なのでやっぱり伝え方とか、あと考える時のプロセスとかをすごい教えてもらって、とても勉強になったと思います。プレゼンする前もみんなで一緒にいろいろ考えましたけど、やっぱり先生たちのコメントを聞いたら、これからももっと頑張れると実感しています。今回の審査員たちは、ものすごい有名な建築家たちなんですけど、それどういう質問されるのか、それいろいろ考えましたけど、意外と、いろんな議論ができて、それは一ついい勉強になったことが思ってます。